えこんにちは。日々の経済ニュースをアカデミックに読み解くテレ東経済ニュースアカデミーです。え今日は今話題となっているあの問題をゲストに解説してもらいます。そのゲストをご紹介します。こちらの2040年の未来予測という本、4月時点で13万部のベストセラーとなったこちらの本を書かれました。元日本マイクロソフト社長の成池誠さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。成池さん、あの。 本を今はいろんな本を書かれているわけなんですけれどもかつてマイクロソフトのトップとして企業経営を当たられていたわけなんですがその成ケさんからご覧になって今の,あの東芝の問題、まあ、トップがもう後退するということにまでなりましたファンドがこう買収するのか、まあ、日本の製造業として最大規模の買収になると言われていたんですがあの一連のごたごたなのか動きというのはどういうふうに成瀬さんご覧になっているんですか。 いやあのもう現役終わってますからね、はい、実際に彼ら経営陣がどう動いたのかとか、うん、それからあのキャピタルの連中がどう判断したのかというのは分かりませんが、はい、あのただ、僕は、ね、あの東芝分割するべきだと昔から思ってました。分割というのはその東芝さんというのは、うん、例えば重工部門もありますし家電部門もありますしさ、ね、まざ、あ、まな事業をやってるはいるコンブコングロマリットですよね。一種の、はい で、そのコングロマリットディスカウントっていうのが株式市場にはある。コングロマリットディスカウント。はい。それはどういったことなんでしょう。結局ですね。あの。非採算部門が、まあ、コングロマリットですから、十個あったとしまして、あると。はいはい、それからもう一つ、すごい、そのキャッシュカウみたいなところもあると。売上をちゃんと利益上げているところがあると。ですよね。で、ところがね、やっぱりこっち側が儲からないと、うん、その。 もっかってね赤字をこっち側が補填するなってことをできるわけですね、やろうと思うと、それを実際にやるかどうかは別にしても、ただ、やれるよねと思っちゃうだけで、ああ、これはだめだと。頑張らなくていいやという部門がいっぱい残っちゃう、つまりお手盛りで経営できるじゃないですか、本来であれば株主が監視できるわけですよ、例えば原発部門を監視して、ちゃんと売上げ上げてるか、利益上げてるかって見ますし、こっち側の家電はどうかとかって見るんですが。 それが見えないですねうあのもう全部経営者が勝手に好き勝手にその資源配分ができるようになってくるとこれはね今後のマリットディスカウントっていうことで安くなっちゃいます東芝の場合ですと実際にはあれじゃないですか6兆ぐらいあの個別に、えー、事業をあの評価をして合算すると6兆ぐらいなんですが今2兆ですよねですからね買ってバラバラにすると多分6兆ぐらいの価値になるんですね。んでそれと同じことこ他の 例えば三菱重工であれ日立は最近ちょっと変わりましたけどはい、はい、それがみんなバラバラになってですねそれぞれの,あの全く同じ事業が一社にまとまってそれで世界との,あの競合との競,合あの競争をちゃんとやるんだとしますとこれはねあの一気に。 どううでしょうね日経平均は今の3万円どころか4万円、5万円狙えるんじゃないですかねそのコングルマリットディスカウントでは例えば事業部門ごとに例えば1兆円の価値1兆円の価値1兆円の価値が5兆円になるはずなんだけれども、うん、足してみてもなぜか1兆円が5つなのに2兆円ぐらいしかないそれがコングルマリットディスカウントっていうという,ふうに。に ということはこれは何ですか企業の垣根を越えてまあ似たような部門はみんなこう一緒になって行けば再編していけばさっきおっしゃったように日経平均が上がるようなまあ企業価値全体が高まっていくという可能性があるということですか、ね、そうですよね例えば飛行機なんかそうですよね<ー>バラバラにやってるやつ一社にまとめるっていう確かに あの、さっき打ち合わせでも話してましたけど、アメリカではボーインがあるじゃないかと。で、こっち側にはボンバルディアがあって。バスがあって日本はバラバラになってるっておっしゃってましたけど。あ、そうだなと、その時思ったんですか。使ってやろうと思って、今話をしてますけど。あれ、本当に一緒になれば、全然風景違うかもしれませんよね。確かに、あの、日本は、本当は航空機ゼロ戦を作りですね。もう、世界にかんたる、実は航空技術、昔持っていて。まあ、戦争に負けたんで、いろいろな、まあ、作れないっていう理由があったんですけれども。今や、エムアーっていう、まあ、小型機すら。 もう作れない作る,、まあ、作るのに相当苦労する国になっちゃって、うん、ヨーロッパはもうみんなでまとまってエアバスででかいのを作ってアメリカももうボーイングに一社でまとまってもう世界に強さらに今中国が今度はコマックっていうのが C エアバスボーイングコマックの C が来てまたでっかい旅客機作り始めてで日本も全然追いつけないと。でこれはあのー、鉄道なんかでも 日本は新幹線作っているメーカーがいっぱいあってですね、うん、まあヨーロッパなんかだとユーロスターはもう大体アルストムかシーメンスも2強みたいな、まあ、それが最近合併しようとしたりして、うん、まあそれはちょっと合併は結局だめだったわけですけれども、まあしかも中国もまた一社中国中社というですねそんなメガプレイヤーに日本は勝てないというまさにあの、柳田さんがおっしゃったようにコングロマリットに鉄道部門というのが。 いろんな、まあ、あったりするとそこはもう再現していったほうがいいというようなお考えというかそうならない理由というのは日本の企業とりわけその経営者のおじいさんたちですよねはい、はい、日本しか見てないですよね多分どんな大企業でも日本がまず第一で外を見てないんじゃないでしょうかねうだからねあのこれは経営者だけじゃなくてメディアもそうなんですがあのインタビューされたりするときに日本にはなぜガーファーないんですか、はい、と聞かれるんですね。はいはい あ、この人、本当に日本しか知らないんだと思いますね。つまりに、アメリカにガーファーなんかないんですよ。アメリカ以外に。あ,あ、アメリカ以外に。はい、はい。ヨーロッパにはないんです。うんだけど、日本にはないって嘆いて、嘆くんです。大抵の人は。つまり、世界を知らないんですよ。なるなる彼らが知っているのは、せいぜい日本とアメリカ、残りは知らないんです。うんだから、あの、今言ってたような、そのヨーロッパにあるような産業に、どう日本が対抗するかということに対して。 いがないどころかその問いもないんでいいんこれは、ね、あのどんどんだめになっていくパターンですね、要するにやっぱり、ね、外を見なきゃダメですねただ日本でもその重工で一旦こう部門と部門で合併しようとする動きはあ,り、ね、ありましたよね、ありましたよね日立と三菱重工の重工部門を合併させようとして、はい、まあ報道によりますと、ね、あの三菱重工の OB が反対したからっていう何の話だって。まあ まあ外資系というかアメリカ人でありヨーロッパ人であり中国人であり OB が反対したからやめるのかというもう珍妙なことが起こったというふうに報道されてましたから、はい。 いや,やっぱりこれはあの日本企業に対するディスカウントつまり本来の価値よりもはるかに安い株価がついてもおかしくないよねというふうには思いますよねうそういう意味だとあの日立はいろんな部門売却してまあ選択と集中まあ断捨離経営なんかも言われてますけれども、うん、ああいった日立みたいなモデルは一つこう希望としてモデルになっていくというかどうですか、うん <laughs> あれ本当に日立は不思議ですね。あんだけ巨大で歴史のある会社があれほどラピッドに変化できて、しかも正しいことやってますよね。あのあれでも真似できるんですかね、他の会社が。<laughs> それ真似できないとしたら、その経営人の。 体質とといいうことですすかその通りだと思いますあの日立は日立の会社の社員も優れてるんでしょうけどもも何よりも経営陣が優れてたんでしょうねう逆に言うと他の会社の経営者は何よりも優れていない愚かだということのに間違いないと思いますよ、僕は。はっきり言ってあげなきゃだめですけど、ね、愚か者っていう,ういいですね、成田さんこう自由に言っていただけるのが本当に心強いところでもあるんですけれども。<laughs> <ん>まあ,あの 成家さんの見解ということなんですけれども、<laughs> <laughs> <laughs> やっぱりなかなかその再編を日本はこう進まないというところが、まあこの停滞感、閉塞感、しかもまあ再編するとですね、まあ二人いた社長が一人になるとか、そういったところもあるわけですよね。なかなかその上の世代がこう変わらないとっていうところはあるんですかね、もうとにかく退出してほしいですよね。誰ですか。ええ、そのいわゆる六十代七十代にはまず あのもう目の前から消えてくれと思いますね、本僕は本人66なんですけどねけどもで、もう消えられてるっていう、消えてるつもりですからね、もう45でやめましたからね <laughs>、はいあの、リアルのビジネス。俺はもういちゃんと潔く身を引いたぞともう今はもうね、悠々、うん、自適のおじさんっていうふうなところですから、はい、な,るなるほど、でも今、本を書いて、こうやって、うん、で日本のこうそう世界の2040年をアピールしてると。 で、あの印税をちまちまと稼いでるって言って。<laughs> 印税結構入ってるっていうお話もね、この後ちょっと伺っていきたいんですけれどもね。<笑><笑>なるほど。ということで、あの日本の今回の、あの東芝の問題などについて、あのう、成家さんに。説明いただいてあい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。 日々の経済ニュースをややアカデミックな試験、シックな試験、シックな試験、ごめんなさい。<laughs> ちょっと一回一回。アカデミックな視点で読み解くテレ東経済ニュースアカデミーです。今日はですね特別なゲストをお招きしてお送りします。はい。本日のゲストは元日本マイクロソフト社長の成池誠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 なるけさんはこちらの五本を出されています2040年の未来予測ということで4月時点で13万部のベストセラーとなっているということで本日はこの五本の内容をもとにいろいろとお話を伺っていきたいと思っておりますよろしくお願いしますなるけさんこの本の帯に知っている人だけが悲劇を避けられると書いてあるんですけれども、うんはい、なるけさんはこの2040年の日本というのに悲観的なんですかそれともやっぱりまだ希望はあるどっちを重視して見てらっしゃるんですか あの両方あると思うんですよあの片側ではもう本当の悲惨さ、はい、つまり、えー、大地震は起こるかもしれないし、うん、老人だらけの社会になってるかもしれないいういわゆる悲惨な部分っていうのともう一つはテクノロジーがねやっぱり何だかんだ言ってこうその進化が激しいですよね、はいえー、昭和と平成と令和と比べると令和の変化のスピードってものすごく大きくなってきてこれがさらに20年となるとこれはもう明らかに明るい希望だよと。うん、両方やってくるんで そのどっちをつかむかっていうことで、人のその幸福度が変わるんじゃないのと、いうのを無責任に書いた本。無責任に書かれた。やはり明るいのはテクノロジー分野の流れをどうつかんでいくかというのが大事になると。そうですね。あの一番変化の大きいのがテクノロジーだと思うんですね。でそれ以外の部分、まあ例えば社会制度ですとか、税制ですとかね、それから人のもちろん気持ちとか、そんなものはなかなか変わらないじゃないですか。とかテクノロジーはもう今回のコロナのあのマクチン見ても。 mRNA ワクチンなんていうのは専門家がまさか出るとは思わなかったわけですからこれがこれから20年毎年のことが起こるとしますと、ね、やっぱりテクノロジーを見とかなきゃまずいよねということですよね確かにあのワクチンって4年5年かかるなんて最初言われてうそれが結局1年でででできてるわけすすよね、はい、ですよねねそう無謀だと言われたというのもあるんですが実際にはワクチンに使われている DDS と言われている mRNA をカバーするためのはい、はい ものですね。それは研究十年ぐらいやってたんですね。ただ実用化がね、これほど入ったは皆さん思ってないんですね。テクノロジーの中でもどこに特に希望を生み出していらっしゃるんですか。あのー、今我々こう例えばスマホを使ってますよね。そうするとその中には半導体が入っていて、はい、で半導体には量子力学が使われているわけですよね。ええ、でこれはその今から百年ほど前の技術というかあの基礎科学の研究があってからあるからこそ。 今、スマホを使っているわけですが一方で、ね、あの医療というのは二重螺旋が見つかったつまり DNA ですよね、はい、これが見つかったのがせいぜい今から、はいえー、70年前、まあ、1950年代なんです、ね、ですからす、ね、医療というのは非常に遅れてきたその科学なので逆に言うと医療の伸びがすごいいと思いますねましてやその加速度が、うん、今回コロナで、まあ、ある意味、ワクチンに関して言うとある意味で4倍ぐらいのスピードで進んでいると。うんうん これからまあその不老不死のようなテクノロジー、うん、ゲノム編集とか、も、結構われわれ、なんでしょう、死ねなくなるというか、<laughs> そういう時代が来るということですか、そうですよね、あの僕の世代がぎりぎりだと思うんですよ。失礼ですが、今、さんはは年齢は66になりました。 生き残れるんですか死んじゃうんですかいやわからないんです。わからないですよ。<laughs> うですもうね悪いあの抽選に当たるかもしれないですけどね。だけどそれ以降の世代になるとね <laughs>、はい、おそらく2040年で癌はほぼほぼあの撲滅するとい思います。あ,<ー>あのそれもワクチンで撲滅されますし癌のあの診断というのもねマイクロ RNA という血液入ってきてるだけでわかるようなことになってそれを今度 AI が その人専用のワクチン、うん、ガンワクチンを作って注入するとるオーダーメイドでね、うん、でそれをねおそらく人間ドックでやると思います、うん、<ー>ってことはもうみんなに行くワクチンなあ,のあなたの遺伝子的な構造だとこのワクチンでガンが予防みたいなのが一人一人こう <laughs> そうですね予防というかねがんって小さい細胞今1個から始まるじゃないですかだからせいぜい10個とか20個ぐらいもうがんとして全く認識されないような状態ではい、はい、そのワクチンを注入してるとき,きれいに消え去っちゃいますよね<ー>だから集団自殺を始める前のと、ね、いうことですねでわれわれまあ私大体40近いんですけれども、はい、助かる可能性がで角谷さんなんかはもう,もう、ね、かなり長生きする もうあのー、絶対長生きします、ね。絶対生きる。<laughs> これはもうあのー、さらにそれから20年生きるわけじゃないですか。はい、変な言い方ですけど2060年ぐらいまで最低でもね。そうなるともう決定的ですね。あの耐えるもう寿命そのものを伸びる。 っていう,ふう,にもう普通に言われてますからね、100までは生きるんじゃないですか、苦しいかもしれませんこれでね医療が発展して寿命が伸びるということは、高齢化がもう、ますます進むということじゃないですか、そうでしょうけどで高齢化が問題のやっぱり原因になっているというと、ね、いや、一方でね<え>あの、例えばアルツハイマーに対する薬が出てくるんですね、今、もうすでにあの去年の12月にエーザイがあの承認申請をした。 えー、薬があってでそれが疲れ始めるようになるとですねボッケるというかその認知症の中でもアルツハイマーに関するものに関してはどんどんこう、えー、治ってくるというか進行しなくなってきますとねあ,のあとはもう本当死ねないわなまあ認知症にも頭もねさえた状態が続くということになりますから。はい いやこれはこれであのまあ幸せだともちろん思いますけどね社会はどんどん変わってしまうでしょうね、その人向けのいわゆるこうエンターテインメントとかニュースとか、うん、その人たち向けの,あのテレビ局なんても出てくるんじゃないでしょう、ね、か高齢者が激増した社会でしかも死なない高齢者がたくさんいる2040年になっていて、うんうん、それ向けのサービスを提供できるかどうかというのが。そうですよねだってあの80年間 あのまあ、少なくともこう元気に生きてきて頭もクリーンだとすると、はい、その人たちが持っている個人個人の知識の量って莫大になるわけですよね、はい、20歳の人と比べてもまあ4倍、うん、まあ少なくとも3倍ぐらいあると、うん、で彼らが見るテレビ変わりますようあの今はテレビでも時価総額なんかをいちいち説明したりするじゃないですか、はい、でその頃のその80代にそんなことはもちろん知ってるよというところから始まるわけで <laughs> これは、ね、あの報道も変わっちゃうと思いますね。うん テレビのあり方も変わってきそうですよね。今あの希望が持てる分野をお話しいただきましたけども、逆に絶望が深いところっていうのはどういうところになってくるんですか。うん、あの今回の2040年という本はですね、はいえー、実はその3年先とか5年先のことを予測するのが非常に難しいと、もう株価であれ、はい、技術であれ難しいと。はい、ただ20年先はもう見渡すことは可能だよねというふうに書いてるんですね。うん、でつまりその例えば えまあ悲惨な部分というとですねえ今、の南海トラフ地震ですとか首都直下地震ですとか富士山噴火と言われていますが今、のその確率というのは7割から30年以内に7割から8割ぐらい起こるよと言っているんですが20年後ですからもうかなりの確率が今日、起こるかもしれないと。 ある種見て見ぬふりしているところはありますよね。今。そうなんですよね <laughs>。もう一つはね、あの少子高齢化ですね。今ね、まあ、なんか老人増えてきたよねっていうふうに思うんだけど。二十年後は驚くほど増えてるわけです。これは。あの消費行動も変わってしまいますし。それから、まあ、お店がどういうお店が、生き残るかとかって、そういう。 そのいわゆる社会全体が変わらざるをえなくなるということだけは確定的ですしねそれから、いわゆるこう健康保険ですとか年金ですとかねもう破綻の極みまでいくと思いますからあのこれは3年後ではまあ破綻しないでも20年後はねあのかなりの確率でぎりぎりのところまで来ているということだけはあの予測可能ですよね、その意味では悲惨な部分というのはやっぱり見とかなきゃだめだよねというわけですね。 そういう意味でちょっと今後そのお金や投資とどう向き合うかというのもちょっと別の回でまたお話を伺いたいと思うんですがそんな2040年の希望とまあ絶望的な部分を書いた本なんですが今回、あえて。 成田さんが書かなかったところってのあるんですいうのはテレビ局がなくなるかとかそういうのは書いてませい, <laughs> いや若干あのテレビ局ちょっと今後その話もちょっと伺っていきたいと思ってますんでちなみに次の本ももう予定されてるんですか<え>この次のこの次はですね科学史の本を一つ書いてみようかなと思ってますけどね、はい、も,うもう今のテクノロジーがどこから来たかということを書くってことですかそうですねの スマホを実際に使ってますとね、8割9割の人は魔法として使ってると思うんですよ。中で何が動いてるかもわからない、どんな部品があるかもわからない。なぜその動画が送られてくるか仕組みもわからないわけですよね。すごい魔法なんですね。で、これ魔法のままだとね、やっぱり人間ダメになっちゃいますよね。あのスマホに使われるわけじゃないですか。だからどうやって動いてんのかを知り 知っておくべきだということで、それを知るためにはその2000年前のそのピタゴラスの定理から順番に説明した方がいいよねというそういう本になると思います。はずっと歴史を遡っていくサイエンスの歴史をという。サイエンスというのは基本的にあるものが見つかって、さらにその見つかったもんだから次のものが見つかるというそういうその巨人の型に乗る肩に乗るっていうふうに言いますけど、まあそういう部分がありますからあのー。 歴史としてやっぱり語るべきだと思いましたねということでぜひ次回作も期待いただければと思います、はい、そんななるけさんとまず1回目でお届けしてきましたこの次もまたなるけさんゲストに招いてお届けしていきたいと思います以上テレ東経済ニュースアカデミーでしたご視聴ありがとうございました日々のニュースをよりアカデミックに読み解くテレ東経済ニュースアカデミーです前回に引き続き今回もゲストと一緒にお届けします 今回のゲストはこちらの2040年の未来予測という本をこの4月時点で13万部のベストセラーとなったこの本を書かれました元日本マイクロソフト社長の成池誠さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,します成池さんあの13万部もこれ売れたっていうとこれちょっと失礼な話ですけど。 印税結構入ったんじゃないですか。すね、印税はね、あの本の価格の10%ですから。はいはい。はい、これあと計算してもらうと、えー計算。計算しましょう。1700円かける13万部の10%です、ね。さあ。あ これをちょっと皆さん考えていただいて。もうちょっとあんまりあの下品なこと言うと怒られそうなんで言いませんけど。<laughs> とはいえね、あの漫画に比べると百分の一ですよ。はい、そう。<laughs> あの。いや、もう。鬼滅の刃っていうなんかで、二千万部と、ね、それいくんじゃないですか。いや、もう凄まじいことなるらしですね<え>でもそんな中で、この紙の本を出版され続けるのって、どうしてなんですか。<laughs> これはね、あの。実はもう二十年前にマイクロソフトを読めましたし。 過去さらに20年間というのはベンチャーキャピタルを経営してましてその会社も売ったというわけで食うに困らない分だけどお金がたまったよねとそうするとある種、趣味なんですね。本を書くという娯楽じゃないんですけども逆に言うと売るために書く食うために書く本じゃないですからなんんていうですかねとにかく面白がってもらいたいだけという本なのでそれもあるんで意外と売れたのかなと思いますけどね。 でこの中にですね110ページにあのテレビは絶滅はしないというふうに書いてあるんですね、うん、我々テレビ業界絶滅はしない、絶滅しないじゃなくて絶滅はしないこれはつまりあのちょっと言葉悪いですけど、まあ、半殺しぐらいには会うということなんですからね。なるほどちょっと覚悟しときます <laughs> もうあの間違いなくそうなりますよ、僕もあの1日の時間見てると 1>,、はい、え1時間から2時間ネットフリックスに撮られちゃってますもんね。 な、そうですよ、ね。で、それ以外に、S. N. S. とか、いろんなものに時間取られていって、はい、睡眠時間入れて、ご飯食べる時間入れると、テレビの時間は。どんどん、はい、あの、縮小してきますよね。はい、逆にね、ラジオ増えましたね。ながらでいけるんで。でん確かにテレビ見ながら、ラジオとか聞いてますからね。あ,確かにあ、テレビ見ながら、ラジオですか。あの、ちゃんと見てるわけでもない、という、はい、なんて言うんでしょうね。<laughs> 妙な見方をしてますよね。<ー>そしたら、テレビもながらの要素が増えたら、生き残っていけるんですかね。テレビだからね、僕いつも思ってるんですけど、あんまり画像で処理しないで、音声を聞かせる情報を。<ー>それでやると、意外とね、こうながらテレビ、の人結構多いと思うんですよ、うん、実際には。なるほどあのニュースの番組、なんていうの、もながらニュースですよね。うん、で、時たま、あの、いいこうニュース画像が出た時だけ見る。あれ、うまくね、ニュース番組でも、これからう。 出10秒の画像は見といてください、残りは聞いいてくださそういう言い方した方がいいんですね、われわれも。映像を見せるために。そうすると、この番組は流れでいいんだと思うじゃないですか、視聴率上がると思います。バラエティーでもわざわざカウントダウンを出したりとか、ですね結構やってたり、でも今のお話だと結構、声っていう要素、加代アナウンサー、アナウンサーで声も出すプロ、アナウンサー、女子アナ、男性アナウンサー、生き残るには。 どうなんでしょう、加代さん気になるんじゃなです。いやでもアナウンサーでもそうですし、テレビ局の若手社員としてもこの先テレビ局で頑張っていっていいんでしょうか。<laughs> すごい質問です。今日人生相談に来ちゃう気がるんでする。<laughs> あのどうですかね。えテレビ局の大きさっていうのは意外と小さいじゃないですか。はい。そうです、ね。そうです、ね。あの例えば東芝が今問題になってますけど、はいはい、東芝とか。はい,はい。はいはい ええ、なんですかね、重工業、三菱重工とか、ですか、はいはい、もう、そういう何十万人というと、こと違うんで。でね僕ね、小さい会社生き残ると思ってんですよ、やっぱり。<ー>あそうテレ東が、キー局で一番小さい。<の>特に小さいです。特に小さいですよね。はい、まあ、かといってね、他の民放さんも、そんなに大きくないですよね、十、うん、万人いないじゃないですか、うん、基本的に。で、小さい会社生き残るっていうのがまあ、一般的なことだと思いますけどね。とすると、生き残りはできる。うん。 だただその生き残る以外にちょっとこうポジティブサイドとかないんですかねなんかちょっとこう。 それはご本人次第ですよね例えば新聞がだんだんこう苦しくなってきてますよね、三大市の一角が崩れるんじゃないかというふうに言われてるわけじゃないですか、<ー>か,かといって日経新聞はものすごい調子いいわけですよね。と言われてるんだけど日経新聞見てましてもね、やっぱり紙が落ちてるんですよね、うん、で電子版が伸びて、まあ、トントンだよねっていうところだと思いますから、これから日経新聞の売り上げが10倍になるってことはないんでしょうね。う だとします。まあ、非成長業界で、最後生き残りをかけて。もう誰か競争相手が死んでくれれば、これに越したことはないねっていう、そういう商売になるんじゃないですかね。なるほど。テレビ東京ならではの、生き残る何か。触りますね、相談。あるんですかね。悩み相談みたいな。いや、あれですよ。あのう、エヌの次に、見てるのはテレビ東京ですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。本当お呼びしてよかったなって。えっとね、先週ですかね。あの。 あのフェイスブック僕のフォロラー5万ぐらいいるんですけどはい、はい、に書いた記事でですね BS の9時からのニュース新しいのは始まってますよね、はい、プラスナというプラスナでしたっけ、はい あれは見ろって、見ろって書いておきましたけどね。おお<ー>、wbs よりいいぞって書いたんで、何ん比べてんだと思います。<ー> <laughs> wbs もぜひ見てください。wbs のスタジオとかもあるという話なんですけど、<laughs> はい、あのプラスナインのスタッフの皆さん。ということだそうです。ね、喜びも、はい、えど、どうしてそう書いてくださったんですか。あの、やっぱりね、プロ用にきちんと作ってるっていうイメージが強いですよね。それで、今までのテレビっていうのは、まあ、wbs はそうじゃなかったんですけど。そのいわゆる、こう平均的な視聴者、つまり小学校の六年生とか、中学生向けが。はいはい 彼らがわかるような話を知ってるじゃないですか。す飽き飽きしてるんですよもうみんなあの多くの人は。優しい内容に飽きてる。 だから専門用語をバンバン使っていいと思うんですけどいいその専門用語をまた細かくこうみんなねテレビの前の人はグーグれるからいいから先に進めなんですよ。視聴者がググるっていうことをね想像してないでしょうね。じゃあ,ある程度置き去りというかもう専門用語はそのままでもうすっぱしていいとむしろ専門的に教えてくれ,言ってくれという、うん、あの番組よってはそうするべきなんでんその意味ではあのプラスの範はですねもうどんどんいくんで。 にあのー、逆にながらで見れなくてこっちからどん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 私あの、モーニングサテライトっていう朝の番組をやっているんですけれども、ええ、確かにそこも,もう結構、為替とか株とかです、ね、ガンガン行くんですけれども、うん、私たちも時々、いや,やっぱり置き去りにしちゃいけないからちょっと分かりやすくみたいなところがあるんですけれども必ずしも視聴者すべてが簡単な噛み砕いたものを求めているわけでもないとそこに気づけよう、お前らということ、ね、そうですよ、ね、あの日経新聞なんかもろにそうですもんね。まあ、そうですね確かに とということで、まあ、テレ東はギリギリとかうちらが会社的にちょっとやばくなる可能性もあるけれども、<laughs> ただ、これ、ね、今日初めて考えましたけど、すごいスタジオですね、あの副長もものすごく、まあ、新しいという意味で。はいはい <laughs> すごい綺麗だし、あの今目の前にいるカメラさんたちも。スクリプター付きのカメラが自動で動いてるんですけど、これ何なんだろうと思います。オートカメラに最近ちょっと入れ替えてですね。巨額の多分お金がかかってるんじゃないかってもう大丈夫のかな、うちの会社っていう。このスタジオもだいぶ渾身のスタジオです。んね本当にあの階段も普通に上がれる。あれ登れます。半分ぐらい。それもすごいですね。ここあのワールドビジネスサテライトとモーニングサテライトとか、いろんなもう番組で共通でやってるもんで。逆に言うとテレ東もここに。 一発入婚でもう力を入れてやってるので、まあ、ここはわれわれのマックスだと見ていただければ <laughs> いいんですがちょっとこんなこと言って怒られるんじゃないかと思うんですけどもだけど他も結構いろんなテレビ局行かれたりとかして見るんじゃないですかスタジオ他にいや僕ねあの実際に出演を受けてるのは NHK の国際報道だけなんです、はい、あはいはい世界のニュースやってる、えー、はい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 ないは<え>いは<え>いは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 い もう大丈夫か、あんた,またっていうあのパックになっていき <laughs>、はい、ちょっと今、右下に NHK の方、すみません、スーパーパかどうかですど <laughs> またでもどれぐらい、ね、年月が経ってるかっていうのもありますもんね、ここは新しいですからね。ということで、すねとということでちょっと映像メディアのどうなるかっていう点について、ちょっと今回聞きましたけど、はい、な大丈夫ですか、加藤さん納得しましたまた、あ、そうですね、でも結局、テレビ東京で自分が何をできるかっていうのは、自分の頭で考えていかなきゃいけないなとは思いましたね。そういういいことですねはいはい ということでテレ東経済ニュースアカデミー今回はメディアの未来ということでお届けしましたありがとうございましたこんにちはテレ東経済ニュースアカデミーです今日はですねまた素敵なゲストをお迎えして私たちのお金そして投資の向き合い方についてお伝えしていければと思っています、はい、ゲストご紹介します元日本マイクロソフト社長の成手誠さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします なるけさんあの先日のこの回この,ほこの配信で、うん、あのやっぱり社会保障とか、まあ、我々を税金とか、まあ、老後の,その生き方の必要なお金っていうのは、はい、かなり2040年ぐらいになってくると、まあ、本書かれてますけれどもこの本の中でも相当これはもう厳しい状況になってくる可能性があると、まあ、老人が増える社会の中で,でそんな中で僕たちはそのどうやってこうお金を守るというか資産を守るというか。 どういうふうにこれからざっくり考えていけばいいんですか、ねうん。あの増やすしかないですよね。こればかりは。はいはい、で、例えばその増やす前にまあ損をしないっていうのは大事で、はいえー。例えば家の価格、マンションの価格なんておそらく下がってくるだろうというふうに本に書かせてもらいました。はいはい、つまり、人間がどんどん少なくなってくるということもありますし。えたがって住む人の数が減ってくる。ましては東京なんかはね、今月ですらあのー、外に出る人が増えてきてるっていうことを考えると。はい えーまああのー、不動産というのは必ずしもいい選択じゃないかもしれないということなんですがそれ以上に増やさないとこれは生きていけないよねというわけで増やすということで言いますと自分が持っている金融資産すべてを投資に突っ込まなきゃですねその投資先はどこにえと、ね、結局、例えば投資といっても、まあえー、いわゆるこう普通預金で持っているとこれ投資じゃないですよね。はいはい、それから 生命保険で持っている場合も投資じゃなくて、うん、まあ保険ですよねでもこれにものすごくお金をかけてるんですねだから本当にこう生命保険もやめちゃえ現金でも持つな、えー、というふうに考えていきますとね、はい、あとはもう株式しかないというふうには思いますけど、うん、ただこの株式もあの面白いことにですね株式って34年後やっぱり分からないんですよ。明日も分かかららないですけどねだからあの テレートのニュースがみんな見てるわけで結局ねあの20年後です分かるというのはあの人類史上最大の,あの株式の下げというのはブラックマンデーですかね世界大恐慌,大世界恐慌あれが起こってから実は元の値段に戻るまでつまり株価がどんと落ちるんですが元に戻るまでに26年かかってるんですがその途中に、ね、実はあの第二次世界大戦まで入ってるんです。ああ 逆に言うと、あのリーマンショックの場合は七年ぐらいで戻っちゃったんです。で二十年のスパンで、二十年間沈みっぱなしっていうのは人類は経験してないんです。ほとんど全部上がるんです。そっちで上がったり、あの。というんですかね、こう下がったり、上がったりしながら、二十年は上がるんですね。ところがね、日本の株価はそうじゃなかったんです。二十、はい、年間ずっとったん、ねん。そうですね。ですから。うん、その意味ではね、やっぱりアメリカの株価。 えー、アメリカの株式に対する投資というのはまず第一選択になりますし、うん、まあ日本株をやるんでしたら日本株の投資に得意な投資ファンドを買うとかですね、うんうん、自分で買って20年というとちょっときつ,きついのかもしれませんよね投資はじゃあ日本株じゃなくてまあ米株、アメリカ株一択になってくるというふうに。うん えっとこれからますます強くなると思うんですよね。この先20年もアメリカの経済成長続いてくってごらえ経済成長より株価ですね。株価が強く、ね。経済成長がなくてもというのはね、はい、あのグローバルに全世界の何十億人っていう人が実はアップしてるんですよ。フェイスブックもまあほぼほぼ知ってるかな。まあグーグルはもう間違いなく知ってますよね。でもね日本の例えばあのそれに相当するパソコンメーカーとかスマホメーカーとか。はい またはそういうネットサービスメーカー、ね、EC ベンダーとか名前をわざわざ上げないようにしてますけどアメリカ人もイギリス人も中国人も知らないですよ会社名を知名度がもう全く違うと。全く違だとするとその知名度によってあの個人があのこれからどんどん今もそうですけど株式買いに行ってますよね。中国人人ももインド人も えですかね、イギリス人もフランス人もアップルの株価知ってますから買いに行ってる。るこっち側の日本の会社っていうと、ね、知名度がないんで買いに来ないですねしかも日本円でしょ厳ししいいでですよね日本円かか確か日本株を買いないうそうするとアメリカのガーファ a なんて時価総額70兆とか80兆とかになってるわけですよねで彼らの株式で結局ですか、ねえー、いわゆる株式交換でのエンドエなんてのものすごくやりやすいわけですよね。 日本の,あの会社っていうのはもともとの時価損がちっちゃいですからそれができないとなるとねやっぱりこれからさらに苦しくなるんですが。 アメリカとということなんですで確かにダウ平均株価は大体日本でいうとまあ明治時代ぐらいからあってもう100年以上こうずっと大体さっきおっしゃったように上下度はあるけれどもずっと値上がりが続いてきてるとで日経平均株価は確かにそのバブルの3万8000円ぐらいの高値をいまだに取り戻せないというところで,でアメリカ株ということでおっしゃいましたけも成長企業も多いとで逆にじゃあアメリカ株の次はどうなんでしょうアメリカもまあいずれこう今もかなりダウ高いですけれどもその次は中国ですか。どこでしょうおそらく 基本的にはやっぱり知られてないとまずいわけですねグローバルの人々に、はいで。そうするとまず英語でコミュニケーションをきっちりしているということが大事ですよね。それからもう一個は 人民元の交換性がどうななっているかも読めないです、ね、あ,ある日突然、その中国株に投資をして、うん、それで大儲けしましたとでも、そのお金を持って出ることはできませんなんてことをやるような政府というかうそういうその信頼が政府の中国政府に信頼がないんですよねある日突然、何かするかもしれないと今回のアリババ問題なんかう、ね、も経典同うなわけですよねあれやられるとやっぱりねあの中国株には投資しない方がいいよねって思う人が多いと思いますね。 確かに人民元がどうコントロールされるかもわからないのと、うん、まあ政治がどう動くかわからないということなんですね。うん、インドはまあ確かにあの実はこのコロナでもインドの株価指数でドーンと下げたんですけどもう完全に戻ってきてるんですよね、うん、もうすごく上げていて、うん、やっぱりインドの,その人口そして英語で成長性そういうところなんですかそうだと思います、うん、あのとりわけテクノロジー企業がインド非常に多いですよねはい、はい、カルカタ大学とか、まあ、いくつかの工科大学があって、うん、彼らが今ほとんどアメリカとかね えー、まあ他の国々に行って稼いでるんですが、はいはい、彼らが中国の技術者がそうだったように必ずインドに戻ると思うんです。そこで起業していくと。そうですね。インド版の Google ググ、a p p l 作るかもしれないっていうそういう見立てもあるんですか。そうなると思います。例えば今のマイクロソフト社長はナデラっていうインド系ですよね。で彼らが戻っ 時期がいつか来ますよねうそうすると中国で起こったことと同じことが、ね、あって、うん、中国の,そのバイディをはじめとしたバスの連中というのはエンジニアはほとんどアメリカで教育を受けた連中が戻ったわけですからあれ戻ってないと中国こんなになってないわけですよねだからもうアメリカはせ教育を施して一時はその中国人相手中学学生相手にその授業料でウハウハだったんですが <laughs> それで教育したら実は戻っちゃって。 それで結局、とっちめられたっていう結構、アメリカはまぬけだよねと<ー> <laughs> インドがま<あ>今の,そのまあガーファのような企業がインドにできるのは時期的にはどれぐらい先もうそろそろやってる連中いっぱいいると思いますよ、ただ知らないだけで数年ですか数年だと思いますああ、あの芽生えは出てくるでしょうしう<ー>んまあ,あの期間になるまではさすが20年ぐらいかかるんですよね。マイクロソフトももアップルも えどうですかねあのアマゾンも、うん、設立から20年ぐらいしませんと、ね、10兆円、20兆円という単位になりませんから、はい、時間はまだまだかかるんでしょうけどもでも、もうほうが出てくるわけですよね、ほうがのうちに買っておくと儲かりますよユニコーンになる、ね、ユニコーンの前の状態みたいな。うんうん、何しろマイクロソフトのビル・ゲイツって5000ドルですからね、最初に投資したのが最後7000億円え、70兆円か。70兆円で大事 70兆円の30%ト持っているんですから20兆円ごすごねえすぐ50万円が20兆円になる乗りたいですよね、そういう話には。ただ、インドというとそのまあなかなかそのまだなんていうか不安定なところがあったりそのすごく慣習とかですね 結構そのかなり不透明な部分はあるんですけど、そこは変わりつつ変わっていけるんですか、ね。結局その海外であのトレーニングされたり教育された連中が戻ると変わる、はい、ということですよね。そ,ねそれであのガーファーですとかテクノロジーカンパニーのあの特徴っていうのはですね、全人口の1%上位 IQ かまあ何かその知能かわかりませんが1%で動く会社なんですね。残りの99%は関係ない人たちです。はい、いわゆるテクノロジーエリートですとか、まあそういったそのエリート層を作って で大きくすする会社ですからやっぱり人口の母体大きい方多いです多いですね。まあの人口がパワーになってくるともう中国を超えて最大の人口大国にこれがなっていくわけですけれどもやっぱりそこが一番大きい。 そうですね人口の残りは必要ないんですよ、そいつらにとってきますと、例えば10億人のうちの1%とか1、0.1%が活躍すればいいだけなので、うそうすると1億人の日本の0.1%単位、対10億人の0.1%の母数は10倍ですから、人間には10倍いるということですよね、これはね、勝てないですね。なるほどということで、これから米株の投資、その後インドが注目というふうなお考えということでしたありがとうございました。 ということでテレ東経済ニュース今回はお金と投資についてお伝えしました。ありがとうございます。日々の経済ニュースをアカデミックに読み解くテレ東経済ニュースアカデミースタートです。えー、最近ですね、えっとアメリカの大手巨大 IT 大手5社の決算がで揃いましてもうほぼすべて絶好調ということで。 まああの純利益の合計、例えばまあアルファベット、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト、いわゆるまあこのまあ五強の純利益だけで合わせるとまあ8兆円を超えるということで、もうすさまじいことになってるわけなんですが、はい、今日のゲストの入山明先生にこの点ちょっと解説していきたいと思います。はい、入山先生今日はよろしくお願いいたします。ますあの井山先生の実はこの本、これ教科書こちらですけれども。 この世界標準の,この経理論これ読むとこれちょっと私、結構読ませていただいてるんですけれどもあまあの今回、GAFA、ファングなりがこのガファムですかねまあいろんな呼び方ありますけれども高決算が割とこの本でまあ説明されているようなところが多分あるんじゃないかと思いまして。割と この,プラこのいわゆる五強というのはまあプラットフォーマーと呼ばれる会社が多いわけなんですが、はい、それはかなり有利で利益をどんどん出していくんだみたいなことがこの本に書いてあって、はい、やっぱりその通り今回、決算好調になっているなという印象なんですけど、はい、どうなんでしょうそうね今回の決算特別が特別にどうだということは分からないんですけどあの基本的にこのプラットフォーマーと呼ばれるフェイスブックとかアマゾンとかです、ね、ああいうところが、あのーまあ 結構ずっと強いじゃないですかのはちゃんとしたあのもうこれですっていう根本の理由がありましてもちろんその、ね、技術的に素晴らしいとか、うんまあ、いろんな人材がいいとかそういうのはあるんですけど一番のポイントは。 あのー、これまあ知ってくれる方もいらっしゃるかもしれませんけど知らない方はぜひ覚えていただきたい単語がネットワーク効果と呼ばれるものですネットワーク効果、はい、これは経営学的な用語なんですそうですね経営学や経済学でよく使われる言葉で、はい、ネットワーク効果ですとか、はい、ネットワーク外部性っていう言葉があるんですねでこれどういうことかというと、はい、もう簡単なんです実は、ね、言うのはあのそんなに難しい話じゃないこの簡単な仕組みが恐ろしく重要なんですけどはいはい、はい 豊島さん、例えばフェイスブック、きっと使われてると思うんですけど、はい、なんで使ってます、フェイスブック。まあ、フェイスブックやってると、まあ、もう楽に繋がれる、楽にもう、なんですかね。 みんな使ってるからそうですよね。あ、それそれです。はいはい。みんな使ってるからフェイスブック使いますよね。なるほど。逆に言うとそれ以外の理由ってなくないですか。確かにそうです。みんな使ってなかったらフェイスブック確かに使わない使わないですよね。誰も見てくれないんだったらいちいちね、こう、はい、リア充ですぜみたいなアピールをしましないくていいわけですから、ねはい。だから他にめちゃめちゃ例えばフェイスブックよりももしかしたらあのなんていうか今、まあ、インターフェースと言いますけど使いやすさが、はい、えっといい。 SNS とかあるかもしれないじゃなないいですかか、はい、あるかもしれないけど多分そっち使わないですよねなんでかというとうみんな使ってないからはい、はい、つまりこういうのはちょっと専門的に言うとその使う人ユーザーの、まあ、我々は公用って言い方をするんですが例、はいまあ、えば便利度はい、はい、便利度とか使った時のハッピードみたいなものがそのサービスをどれだけ多くの人が使っているかに依存するものというのは,は,いはい、はい 逆に言うなんでそれを使うかというと例えばフェイスブック、なぜで使うかというと周りの人が使っているから使いますと、はい、それで使う人増えますよね、はい、そうしたらまた他の人たちがあここいっぱいの人が使っているなと思ってまたフェイスブック使うようになってさらにまたお客さん増えますよね、はいはい、さらにまたそれを見てフェイスブックに入ればいろんな人と会えるんだって分かって増えていくという,こう,もう分かると思うんですけど人が増えれば増えるほどサービスの価値が上がっていくのでどんどん増えれば増えるほどこう便利になっていくんなんでだだんだんハマってやめられあの抜けられなくなくる。確かに これが、ね、ネットワーク外部性というやつなんですんだから携帯電話とかもみんな持ってるから絶対持たなきゃいけないっていうか誰も持ってなかったら絶対を通用しなきゃけですっ、ねね、おっしゃる通りです。なんでこれ実はねさっきのフェイスブックのやつはもう少し専門的に言うとシングルサイドプラットフォームって言って、はい、自分たちの友達とか知り合いとかがいっぱい使ってるからフェイスブック使うっていうだけの例えばフェイスブックの前に実は他の SNS ってあったわけですよね。ありました で例えばマイススペーっっていいいうのがちょっともう知らない人もいると昔あったんですよはいはい、はい、ミクシーとか,マイスペースとかでも勝てなかったでしょフェイスブックに。はいはい理由は簡単でやっぱり数が多いとみんながフェイスブック使ってるから、うん、じゃあもうマイスペースとかよりもそっち使っちゃうってで,、うん、で同じような仕組みでアマゾンはどうなってるかっていうとアマゾンとかはですねこれのダブルサイドとかツーサイドプラットフォームっていうんですけど、はい、この場合ねプレイヤーが2人いるんです。つまり売り売手と書いて、うん、じゃあなんで我々 買い手はアマゾン使うかっ,て言ったらそこに商品がいっぱいあるからですよね。つまり売り手がいっぱいアマゾンにいるからなんです。んじゃあアマゾンの売り手の企業はなんでアマゾンに出品するかって言ったらそれ買い手がいっぱいいるからな,んですなるほどなるほど。だから買い手は売り手がいっぱいいると思うから買い手が増えで売り手はあここになると買い手がいっぱいいるなと思うからさらに売り手が増えそして買い手はあさらに売り手が増えたと思うんでまた買い手が増えっていう両面でこう雪だるま式になっていくるんですね。はいはい、こういうのツーサイドプラットフォーム効果っていうんです。g o o g も一緒です。g o o g は 広告を出す側の会社とそれから広告を見る側の人たちがいてやっぱり見る側の人たちがある程度そういう企業は広告を出してると思うから見る部分がそれなりにあって、うん、もちろん検索も大事なんですけどで広告の方は見る人がいっぱいいると思ってるから出していくわけだからやっぱ雪でる基本ねだから最初にどれだけ多くの,そのユーザーなり、まあ、ツーサイドでいうと売り手買い手なり、はい、あるいはフェイスブックだったらもう利用者を とにかくスピードでたくさん囲い込めるかっていう、最初のブーストなんですか。あ,<の>あると、最初のブーストめちゃめちゃ重要です、そこは大丈夫。はい、なんで、あのー。 この,あのまあ、この世界表情の計量に書いてありますけど、うん、基本その業界で一番儲かる構造って安定して市場を独占すすることなんで自分だけが唯一のプレイヤーになったら当然めちゃめちゃ儲かるじゃないですかライバルもいないとはい、はい、でもそれいうような簡単でやるの大変なわけですねだけどプラットフォーマーだとそれができる可能性あるのはある程度のティッピングポイントを変えると超えるとフェイスブック にいっぱい人がいるからっていうだけの理由でさらにお客さんが増えていくんですよはい、はい、勝手に,に何にもしないの増えてくる。だって人がいるから入ってきてまたいっぱいいるのを見たらいっぱい人が入ってくるんで、はい、ほっといても増える だからメルカリとかももう多分みんな今の自分のものを何か売ろうと思ったらもうメルカリですよね。はい、そうですよね。おそらくは。だからそこを超えていかなきゃ。そう。そこをねピピ超えた瞬間バカガちするんですよ。<ー>でだからフェスガーファークスを超えたから勝っててはい、はい、逆に言うとそこを超えられない会社いっぱいあるわけですけどそこはもうねずっと勝てないんですよ。そうだそうはいはい。もうだって理由はないんですよ。それを使ってるだけなんです。同じようなメカニズムになってるのがこれ実はプラットフォームーだけじゃなくてもっとわかりやすいのがね英語ですよ。ああもう確かにそうだ。 英語をやっっっっととかかなないとっててちゃるみんな英語共感のあるじゃないですか<う>なんか英語しゃべんなきゃいけない、ね、理由はみんなが使ってるからあ、ね、であの他にだって言語の便利さとか美しさで言ったらもしかしたら日本語とかフランス語の方が素敵な言語かもしれないじゃないですか。だけど、はい、なんで我々この英語は英語って言われるかというとみんなが使ってるからで、うん、みんなが使うことで英語って便利なわけですよね。 で英語を使うのでさらにまたいろんな人が使うからもうみんなが使うから英語を使わざるを得ないっていう流れになってる,る仕組み書ですね。 っていうことは先生あの、やっぱり最初のティッピングポイントを、掴む、はい、まあユーザー、まあマーケットの何割をまず取りに行く。最初の段階が一番大事。大事です。それ過ぎちゃうと、もう勝負ついちゃって。もう勝者一人ウィナーテックスオールになって、はい、あとはルーザー。いうかう負けになっちゃういう、はい、だから、あのガーファーに、まあ日本の企業も含めて、ガーファーが圧倒的に今勝って。はいはい、日本の企業も含めて、負けてるのは、もうそれが理由です。なるほど。あの根本の理由はですね。うそだから、これは相当状況はもう覆せない。 くつかりでしなりきつい,いなんであので実はまさにこのデジタルの社会になるとただねガーファーが勝った場所ってどこかっていうと、はい、ここなんですよ<ー>つまり初戦って怒られるけどスマホとかパソコンじゃないですか、はいですね、スマホとかパソコンっていうのはこれ僕よく申し上げてるんですけど完全バーチャルですよね、うん、で今までなかったもんですよねスマホってちょっと前まではい、はい、なのでホワイトスペースだったんですよはい、はい ホワイトスペースのところでネットワーク効果を使ってうわーっとお客さんかき集めて圧勝しているのがーファーなんですけどこれからの時代って IoT ってよく言いますけど物とかいろんなところにインターネットがつくじゃないですか車も冷蔵庫もいろんな家電ががあそこはまだ誰もプラットフォーマーがいない、取れてない。 ってことはもしかしたら日本企業、そこには機があるものすごい頑張ればチャンスがあるかもしれないですいあいポイントはホワイトスペースじゃないんですよなるほどつまりこの時はもはまだ誰もプレイヤーいないでしょなかっただから一度勝ったら一人勝ちなんですよだけど IoT とかっていうのはすでにいろんな業者が製造業とかいるじゃないですかそういうところたちを抱き込んで自分たちが独占するプラットフォーマーにならなきゃいけないんではい、はい、それでめっちゃ大変なんですよ。なるほど ただ逆に言うとガーバーまで簡単に入れないだからドイツはそこを取りに行ってるんですドイツのインダストリー4.0っていうのは僕の理解はそこを取りに行くプラットフォーマーになろうとだからもうドイツ一丸オールドイツじゃないですけどいろんなところと組んでみたいにやるとだから日本ももしかしたらそこはもう本当組んでやらなきゃいけない今そういう機運がいくつかの会社で出てきてますただ結構皆さん苦労してるんで皆さんね言う話はいいけどプラットフォーマーになられたらそこにスチューって取られる可能性があるんでなるほど なんでその辺で結構今、ねいろいろこうもめて苦労されてるっていうのがあるんですね、はい、でこれ、ねほっとくとドイツにやられちゃうんでなんかあの何とかして頑張りましょうということですね。はい だからもう日本企業はまあ今、そこの調整をうまくやって、まあ、企業日本企業ってまだ技術が結構いろいろあるから、はい、お互いに、ね、牽制し合ってうまくいかずにこう伴われるみたいなことが結構あったりしますけれども、はいはい、そういうふうにならないようにしていかなきゃいけない,いうそうですねなんと,と,、ね、とかしてあのこの IoT の時代はガーファ的なプラットフォーマーが出てくるといいなっていう道のりは,は大変険しいです <laughs> 悔しいけど、はい、まあ希望はまだあるという,、はいような。ということでガーファが強い理由というのをちょっと計画的に分析してもらいました入山先生今日はどううもありがとうございました。 日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーです。え今日はいつも通りメイン講師の早稲田大学ビジネススクールの入山昭恵先生とともにお伝えしていきます。入山先生よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。えっと久しぶりというこになります。はい、よろしくお願いいたします。うですはい。あの最近日本企業によるですね。こ、はい、う巨額の M&A といいますか。<ー>そういった動きが目立つんですけれども。結構ニュースで、ね、出てきてますよ、ね。はい。はい、まあ例えば日立がまあ、うん、あのアメリカのグローバルロジックっていう会社をまあ一兆円を超える。 規模の金額で大体1兆円ぐらいですかねの規模で買収したりまあトヨタがまあリフトの自動運転部門をまあ大体590億円ぐらいで買収したりとまあ結構大きな買収案件が出てますけどもまずあの日本企業が M&A やるときはこう時間を買うまあすぐに売り上げが増えるような格好になるという,ようなまあ意味合いもあるかと思うんですけど日本企業の M&A はうまくいくんですか あのすごく大事なポイントで、まあ、これから日本企業が、まあ、こうやって海外の企業を買収するような、まあ、特に国際間の M&A ってもっと増えてくると思うんですね。はい、であのそういう時にこれも計画的にはですね、まあ、日本というよりは世界的に見たときにあのまずねほとんどうまくいかないんです実は。 えとまあ、これいろ,いろいろ諸説あるんですけど、まあはい、大体ね、成功確率2、3割です。割はいうこれ世界的に見てもそうなんですね。なんであの、日本企業は今まで M&A そんなにやってこなかったですから、うん、まあ正直あんま上手じゃないというか、経験値が低いんですよ。はいはい、なんで、これからね、失敗する案件、いっぱい出てくると思いまあんす。案件が増えているから、失敗案件も続々出てくるんじゃないかとい、はい。であの、例えば、ちょっと名前を挙げて申し訳ないですけど、端的な例だと、あの少し前にあった東芝がさんが、ウェスティングハウスっていう原子力の会社をね、 はい、買収して当時はこれは素晴らしい決断だって言われてたわけですけど、うんうん、結果的にはあそこがうまくいかなくなったんで、はい、まあその後いろんなね不正の問題が起きてあままあ東芝の景気危機まで行ってしまったわけですよね。だから M&A ってまさにおっしゃったようにこれから不可欠なんですよもうスピード変化が必要な時代なんで、うん、新しい会社、会社をばんばん買ってというか戦略的に買って事業を伸ばすって大事なんだけど一方で実はリスクもめちゃめちゃ大きいってことですね。まあ、トヨタみたいなのが、まあ 590億円で買収、うん、そしてまあ日立もその1兆円ぐらいの買収、うん、まあ日立は比較的あのうまいですよね、ヨーロッパでも鉄道関連のメーカーを買収したりとか、いろいろやってま、ね、はい、まあ断捨離経営といいますか、売るものは売って、買うものは買うみたいな、うん。そそうでですねあのポイントはそこでえっと 僕も学者なんであ,の、まあ、あ,のあんまり偉そうなこと言えないんですけど、はい、とはいえ、まあ、いろんな会社の M&A を実際に中に入って見てきたというのも事実なんですね。それであのあの、まあ、学者の視点とそれからそういったじあ実際の経験で見るとやっぱり M&A が大変な理由っていうのはあのまあまずで買うまでが大変なんですよ。はいはい、つまり本当にその会社買うべき会社なんですかっていうことをちゃんと戦略的に考える必要があるわけですね。 でこれが、ね、日本の会社は意外と弱いんですよつまり中長期的な戦略がないまま、うん、特に大手企業さんなんかだと投資銀行とかよくアンケート持ってくるんですよはい、はいまあ、コンサルとかまあ投資銀行こういう、はい、い会社どうですか今売,、はい、売りに出てるんですけどみたいな買いませんかみたいな。でも、ね、よく考えててみるると売りに出る会社って あんんまろくなな会社じゃないんですとうつまり何か問題があるからうまく事業が立ち行かなくなるから自分たちを売ろうとしてるっていうことが、まあ、ろくな会社じゃないというと言い方あるかもしれませんけど問題を抱えた会社が多いんだけど相談と学んだと買ってくれないからいわゆるお化粧してくるんですよねうちはそんな問題ございませんみたいなこ,こういう計画だと情報の非対象性っていうんですけどあの買う側は分からないんですよそれがで売る側は自分たちにまずいところがあるの知ってるんだけどそこを隠してよく見せて売,りう売ろうとするわけですね。はいはい なんであの、まあ、それを解消するために、まあ、デューディリジェンスと言われますけどれす、ね、それをちゃんと精査するっていう仕組みがあるんですけどとはいえ分からないですだそれでもちゃんと徹底的に調べてあげた上でそれを買うかっていうのが1点目なるほど 1> もう1点目はやっぱ買った後なんですよねはい、はい、買収した後のやっぱの融合がものすごく大変で、まあ、そういうのをあの業界ではよくポストマージャンインテグレーションといって、ね、PMI っていうんですけど、はい、これめちゃめちゃ大変なんですよ。これ言うのは簡単でですけど、まあ、早ななが人間同士なんで 当然、ね、買収された側から見たら、うん、てめえとか思ってる人もいるかもしれないししも国も違えば言語も違うそうなんですよ。思うわすなんで今実は、えっと、ちょっと前までなんですけど日本だと最近海外のグローバル M&A スカしシュに出てきたんでいろんな会社を日本の会社買ってるんですけどよく僕が言ってるのは買ったんじゃなくて。うん 買わされたんじゃないですかなるほどねっていうことはありますつまり買われた側からすると日本の会社で結構正直都合がいい会社があってはい、はい 意外と買った割に PMI できないから放置しちゃうもううう任任せせちちゃゃ買っただけでそうすると、いわゆるその買われた会社から見ると安定株主なんですよ、ただの。何も好き勝手やらせてくれるしかも助けてくれたしかも口調は絶対出さないというしかも、それで買われたら安定株主だなから変な株主から文句やれないじゃないですか最高だみたいな実はそういう案件がどことは言わないんですけど結構あって。なる なななんででそうはなってほしくないってことこすね、うん、やっぱり買うからには戦略的にやると。うん、であの例えばそれができている多分一番日本で、まあ、屈指の会社であり経営者は、まあ、間違いなく日本電産永森さんです。でやっぱり永森さん僕何度かお会いしお話を伺ってるんですけどはい、はい、やっぱり永森さん脳内も戦略の絵があるんですよなるほどで本にはよくね,あのね地図を描いてるみたいなことをおっしゃるんですけどこことここの島があってここにもう一個島があったらここが面で取れるなみたいな発想を脳内で持たれててここの面のところが 自前でできないからここの点が自前で,できないからじゃあ海外の会社を買おうとうでそうもうすで,にすでに大量に調べ上げてるんですねなるほどでここの会社変えたらいいなとだけどそこもすぐ買わせ売ってくれっつって売ってくれるわけないんで何年もねずっとやっぱね待つで特に景気が悪い時に買うんですねんな,なんでかと景気が悪い時って皆さん苦しいじゃないですかなんで安く買えるんですよんなんであの景気がいい時の M&A ってあんま実はよくなくて。 なのでまあ長森さんって実はそういうことができるんでまあご本人曰くで実際そうなんですけど過去70社が買収して1個も失敗してないっていう,う<ー>まあこれはもう勝率もう10割違う10割ゃうこれは普通ありない普通ね23割いったら同じの字ですからはい、あのー、通知を買収する時はその、まあ、いわゆるあの投資銀行が間に入ってで投資銀行も買い手側と売り手側について<は>いまあ特に売り手側なんかはまあ自家買収金額が高ければ高いほど マージもそのとりですだから投資銀行は高く売らせたいんですそうですねで日本企業をされるとただ中森さんの場合は自前できちんと充電にまでやるようなシステムがあるとというこでだから投資銀行が悪いわけではなくて投資銀行も商売ですしただの情報は重要ですから大事なのはやっぱり自分でちゃんと戦略的な意思を持ってやらないとただ買わされるっていうケースが結構あります この会社逃したらもうあなた二度とチャンスないですよみたいなこと上手に言うんですよ経営者さんでそういう戦略を描いてない人はあそっかなって言ってただそういう意味では比較的あのまさにさっき豊島さんがおっしゃってくださった日立さんとかトヨタは比較的その辺多分戦略的にやってる会社で、うん でそこで一つが僕は一つは比較的そういうのをうまくやっている会社だと思うんですけど、うん、その、ね、最大のポイントは今ちょっと豊島さんおっしゃってくれたポイントなんですけどあのこれから、ね、M&A っていう企業買収っていうと、はい、どうしても我々会社を買うっていう話をするじゃないですか。でも、ね、大事ななのは、ね、買うことじゃなくて 売ることなんですよ。売ること、M&A の先というかそうです、ね、買って売るであり前提条件です。自分たちが今あるものを売って、そ<う>で別の会社を買う,う。あの、ね、ここはね日本の会社って日立は別なんですけど、一般論として抜群にちょっと偉そうですけど上手じゃない。うん、はいはい。あの売らないんですよ事業。あ確かに。あんまりそうです、ね。なんか売るっていうとこう悪いイメージみたいながありま、ね、ありますね。だけどあの買うっていうことははっきり言えば余分なものを会社に付け足すわけですよね。うん でお金かかるわけです,ですで今回の日立なんて1兆円払うわけですよそ,です、ね、そしたらそのお金どっから持ってくるの、うん、っていう話があってですからそうなるとその1兆円ってとかその何千億とかっていうお金をどっかから捻出する必要があって、はい、それは一番大事、まあ、手っ取り早いというか簡単なのは自分たちの手持ちの事業の中での、はい、ちょっとうちの会社の方向性からずれてきたなっていうところを売却することなんですよね。うんああ で売却したらそのお金が入ってくると。はそのお金でエムアンドエーで買うということです。そうです。ただ実際今回の日立はあのグロあのグローバルロジックっていう会社を一応ね買収したわけですけど、日立は実は一方で売却がものすごい上手な会社なんです。あ、日立金属の売却ということですか。そうです。例えば最近ですと日立金属っていう会社をベインキャピタルとか日本産業パートナーってまあファンドの連合体なんですけど、そこに4000億円くらいで売ってるんです。はそのお金使えるじゃないですか。でそれ以前にも例えば日立工機っていう会社を KKR っていうファンドに売ったりとか、あと国際 元気っていう会社もこれも日本産業パートナーとかに売ったりとかそれ実はあの会社の方向性があってそれから見るとこの事業はもうちょっと内側持ってる必要はないよねと。はい いうとところをきちんと、はい、まあ売却って悪い意味じゃなくてねはい、はい、別のところに行ってくれた方が価値が上がるんでなんでそちらに行ってもらってそこで得た売却益を使ってはい、はい、じゃあ未来に向けての投資をする,るそのための M&A ていうのを比較的日立はやっている会社でうん、うん、だから、ずっとやってるんですよ。こういういの売買両方がうまくいってるから日立はすごいんだっていうことなんですなよなるほど問題は日本の会社は他だだといたい 僕もいろんな会社の話聞くんですけど買う話ばっかりするんですよ。で売るってなるとまさに豊島さんがおっしゃったようにこれ日本の会社が今まで長い間いわゆるメンバーシップ型雇用といって、うん、社員さんがずっと同じ会社で働いてる仕組みなんでやっぱり売却ってものすすごい抵抗感なんですよ、ね、確かにもうね自分の会社入ったと思ったら売却されて違う会社になったみたいなのがかなりネガティブに捉えられるそうなんですよだだからこれはあのいいじゃなくてて日本の長い間のの長間ビジネスの仕組みに染み染付いてるんででけけど当たり前ですね。 お金もなく,なくなりますから、いかにまああの大変なことなんですけど、ちゃんと売って、うん、で、ね、それで新しい会社を買うということが売られた会社にとってもそれが新しい出発点になって、はい、まあ成長するチャンスを得るというかそうですねいうところなので,あのでこれもね。 早く売ってあげた方がいいんですよ。早く売ってあげた方が価値が高いまま売れるからる高く売れるし、うん、社員さんも元気な時に売られるんで、次の活躍のチャンスがあるんですよ。一番わかりやすい例がパソコン事業です。はいはい、パソコン事業でソニーのバイオそう。それもそうです。はいはい、あのですね。はい、あのパソコン事業で、例えばソニーのバイオ。それからえっとありますよね、はい、で。 例えばであれ、多分売却したの20何年だと思うんですけど、うん、あの日本産業パートナーズというところに売却したんですね、はい、実は今、ね、バイオンそれでちょっと復活してきてそうですよ、ね、かつての輝きを少し取りましてさらにそれよりも早く圧倒的に早くパソコン事業を売却した会社これ、どこだと思います N E どこですか。これね、I B M です。I B M ですか。あのね、I B M が、I B M 元々あの年配の方ご存知だと思うんですけど、シンクパッドって。そうですね。インターナショナルビジネスマシンっていうあまあそうそう、I B M はね。はいはい、その名前ですよね。で、あ,あの。 ああそこシンンクパパッドっっていうソコ事業がたんですよ年配の方ご存知だと思うんですけど結構かっこいいデザインで黒い真っ黒なパソコンで赤いポイントが出ててあれを IBM は多分2003年ぐらいだと思うんですけどにレノボですね中国のあそこに売却してるんですよで当時僕もびっくりしたんですよだって当時まだパソコン事業なこんな時でなんでちょっと IBM の人に聞いたんですねなでまだ好調ね パソコン売るんだしかも自分たちのアイデンティティのようなプロダクトですよねいうのでももうこれからパソコンは10年後20年後だったら儲かんなくなってくるから競争激しいしだったら今のうちに高いうちに売った方がいいじゃないですかいで実際そうなわけですね。ところが一方で日本の会社はその売るのが苦手なんであのソニーですらバイオを売ったのは2 0 1何年ですしそれから えっと富士通さんとか NEC がパソコン事業を売ったのは多分2018年ぐらい、うん、決断が遅かったですか、はい、それも相手はレノボですよね,ね同じレノボなんですよだけどもう i やっぱりその15年の間にやっぱりパソコン事業ってたってきちゃうんではい、はい、苦しくなってから売ると安いい金額ででしか売れないんですよ、うん、そうすると次の M&A のためのお金も入らない。だからあのー 結構あのこの売却っていうと皆さんねあのやっぱり入山なんかその冷徹なこと言うなっていうふうに思うと思うんですけど一方で M&A をやるならちゃんと売るっていうことも大事考えとき買うからには売らなきゃいけないんですよ。はははいはいはい、はいはい なのであの皆さんあの大企業をお務めの方は自分の会社がどこかを買おうとしていたら本当に適切な金額で買おうとしているのかなとかです、ね、あるいはまあ売却とあの買収いいバランスでやっているのかとか考えた方がいいかと思うんですが最後に入山先生の,この,あの世界標準の経営理論を、ねはい、読ませていただくとあのナルシスティックな経営者ほどめちゃくちゃ存在感の高い経営者ほど、はい 自分の自信持って買うんで高値掴みしがちっていうふうなことが書いてあったりするんですけどそういうのあるんですか研究ありますではやっぱり M&A ってかっこいい感じがしますけどめちゃめちゃ泥臭いんでやっぱり経営者の性格とか人間性とかめちゃめちゃ出るんですよだからここにも書いてもナルシスティックだったりあと思い上がり傾向の強い経営者さんってね高く払っちゃう傾向があるんで皆さんの会社の社長がそうだったらちょっと気をつけてくださいねっていうそんなことも書いてありますので良ければ読んでいただければということです。 ちょっと自分の会社の社長のキャラを見極めようという話でもございました。<laughs> はい、ということでテレ東経済ニュースアカデミー今回は企業の M&A 買収だけじゃなくて売却も大事だよという話でした。 日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミースタートですえ今日のゲストはいつも通り早稲田大学ビジネススクールの入山昭恵先生です今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 先生今回、私ある本をちょっと最近読みまして、ねはい、こちらなんですけれどもこれネットフリックス、まあ、ちょっと前に出た本なんですけどね、はい、これ結構衝撃的な本でネットフリックスっのての動画配信の加入していらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、今、もう爆発的に拡大してますけども、はい私も使ってます使ってますか。はい、で、あれがまあすごいんだけれどもこのコーポレートカルチャーが恐ろしいという話で恐ろしい、はい、で,これです、ね、この本、ちょっとあの皆さん この動画見見てらっしゃる方サラリーマンの方とかいらっしゃると思うんですけどちょっと読むとある種危険な本でもあってす、ね、<laughs> そこままで言いますかこれを読んじゃうと、はい、自分の働いている会社って何だろうと思っちゃうんですよ。で<ー>つまりあのこの組織はもうすさまじい企業カルチャーを持っていて、うん、まあ要するにです、ね、もうこれを知ってしまうと,ちょっと自分の会社の組織を問い直してしまうというところがあるので注意していただきたいど,、うんはい、どこがすごいかってネットフリックスどこがすごいかというとこれ4つ要素があってですね、はい 極限のですねいわゆるあの能力主義、まあ、いわゆる外資とかにありがちな、うん、まあ金融でありますよねゴールドマン・サックスとか極限のコミュニケーション、はい、で極限の権限異常社員に何でもさしていいと、うん、で極限の透明性なんですねコミュニケーションめちゃくちゃやり取りする、うん、でまあ最初ありがったら序盤読んでてちょっと僕が嫌だったのは、まあ、ネットフリックスって確か2001年頃に経営危機に陥って従業員の半分ぐらいをこうレイオフ首にするんですね。うん でまあだからできない人を切って会社業績が上がるってなんか日本人的感覚ではあんまなんか嫌な話だなと思って読んでたんですけど、はい、それじゃ全く終わらない、うん、まあネットフリックスその経験からもうエリート社員ばっかりスーパーい,い給料でで雇い始めるんですよだからまあ嫌な会社だなとか思ってたんですけどそれだけじゃやっぱり割り切れなくて、うん、例えばどんな上のポジションの人でも、まあ、下の部下が言いたいことを言える、うんで。逆に会議ととかで発言しないと 例えば何か意思決定下すときに日本でよくある企業でよくあるのはなんかけみんなで会議で決定下してうまくいかなかったとしたらあとで絶対俺反対だったんだよねっていうやついるじゃないですかだからそういうのは絶対許さんとなるほど反対意見あるんだったら絶対揺れと言わなかったら会社への裏切りだみたいな感じのカルチャーを浸透させたりするんですねだからそういうようなコミュニケーションみたいなで、まあ、当然クビになる恐怖とかもすごい。 プレッシャーも強いようなんですけれども上司と部下がコミュニケーションをかなり密にやるんで、まあ、そういうストレスもかなり低減していると、まあ、実際はかなり厳しいんですけどね多分おそらく日本法人の Netflix も相当な倍率でかつ相当なプレッシャーで働いていると思うんですがそれだけじゃ簡単に言われきれないところがあるとだからこういう極限の能力を高めた組織 しかも透明性もすごい高いしかも結構、末端の社員にもすさまじい決済権限を与えられて出張規定とかもないわけですよ出張も自由にやっていいと。で僕たちって言われなくても服着て会社に出社するじゃないですか裸で出社しないですよら ちゃんとした普通のまっとないいい社員だったら変なルール作らなくてもちゃんと動くっていうなるほどそういう理想論を通定させてるんです結構、衝撃的だからこういう組織先生、アメリカにいらっしゃって,て、はい、能力義の会社いっぱい見られてたと思うんですけどあ、はい、まあこんな会社に戦ってちょっと勝てるのかなって安直ですけど、ねあのね、あのただ結構今僕、僕豊島さんの話聞いてると、はい、僕今、豊島さんおっしゃったようにアメリカ10年行ったんですよね、アメリカ10年行って向こうの大学で博士号を 5, 5年かけて取ってで、まあ、幸いあの、リーマン・ショックの前だったのでうま,うまいこと就職できて。はいはい えっと5年間向こうの大学でやってたんですけどアメリカのやっっぱりあ,あいう組織って本当能力主義ですよね僕もその中にもまれてたんで向こうのアメリカの博士課程って、うん、まず入るまでも当然大変なんですけど<変>入ってからこれは分野とか大学によるんですけどね半分以上クビになるんですよ。う 下手するとね三分の二ぐらい首になりますあ、そんな生存競争激しいんですか激しいですね激しいですだから、うん、ほとんどの人は実は博士号も,もらえないで帰ってきちゃうんであのそのぐらいまたまず競争が激しくて、うん、あの 向こうからすると博士課程ってね投資だと思ってるんですよ。投資に値しないやつは首にするっていうの厳しいですね。なんで僕も同級生で首になりましたしの他の学部だと僕はビジネススクールなんですけど経済学部だと1割も生き残れないみたいなところでざらなんですです僕は日本の大学院で修士まで行ったんですけど博士課程行くの大変なんですけど逆に行くともう何年もかかってずっといるみたいな人生のちょっと結構ね目標とかいろいろ大変な人も多いんですよ。に だかからそなと不幸じゃいですむしろ大体2年間死ぬ気で勉強させるんですねもう本当にノイローゼになるぐらい勉強させてで最後そこで2年目の最後に試験があってこれ大体の博士課程そうなんですけど結果が出ないとクビである意味スパッと結論す出んですは長引きますからねは長引きますからねそうですねなんでいわゆるこういうのはアップ・アウトって言いますけどもうまさにこのネットフリックスがそういう会社ですよねだからある意味でネットフリックスに限らずマッキンゼーも多分そうだと思うしゴールドマンズ・マックスもそうだし やっぱこういうところってまずすっげえ厳しい能力主義になってるっていうのはグローバル企業はだんだんそうなってきてるっていうことだと思います、うん、ただ一方であのそのためにもそ,それだけだとダメで人間苦しいだけになるんで、はい、あのまさに今豊島さんがおっしゃってくれた権限以上とか、はい、透明性ですよね、うん、その信頼性があるからすただ厳しいだけだったらただのブラック企業じゃないですか。だけど結局ちゃんんとしてなんで自分が クビになるのかとか,なんかそういうところがちゃんと透明性があってコミュニケーションがあるからまあじゃあしょうがないなってなってなんで僕はその能力主義とそれから逆側の権限以上や透明性はワンセットだと思っていてだからネットフリックスはそういうカルチャーを戦略的に作ってるわけですよね。ある意味もそれがですね結構理想的な形でシンクロしというのがあってですね例えばそのまあいわゆる日本の会社とかでもまあ大企業どこと言いませんけども。 王様は裸だって言えないこれは明らかにやばいよねってこのプロジェクトやばいよねって思っても王様は裸だって思ってても言えないよねのがあったらそれは絶対に言わなきゃいけないっていうのがネットフリックスで,であとまあ会議で発言するとです、ね、これもうなんかまた面倒くさいやつって思われるとか。 僕だと後輩にドン引きされるとか上司に睨まれるとか後輩にドン引きされるようなねなんでさかなんか訳わかんないこと言ってやっぱりちょっとやばいなああいう人にはなりたくないなみたいな僕は絶対会社の主流派でいたいみたいな多分意識って当然会社の主流派でいたいっていうのはね当然のあれですから人間の脳って多数派につくようにインプットされてますから昔からこれにも書いてあるんですけどエリ・メイヤさんっていうインシアンまの今やハーバードビジネススクールを時々抜くぐらいのヨーロッパのビジネスクールのエリメイヤさんと書いてるんです やっぱり脳みそって基本的に多数派のツイートをし死ぬリスクがあるっていうところで会社組織で我々サラリーマンでも同じでやっぱりそういうところがあるんだけれどもそういったところを超越していこうとするコミュニケーションがあるんですよね、うん、だからまあ絶対に王様は裸だと言わなければいけないで360度評価が徹底していて、まあ、上司でも部下からの指摘が間違ってたらあ部下からの指摘がまっとうだったら、はい、あのみんなの前で私は彼のその部下の彼の指摘によってこう,こういうふうにあの。うん 間違,っ間違いを正されてる、うん、それをみんなの前言うわけですよ、うん、そうするとあ誰でも上司に言っていいんやなっていうカルチャーができるとかですね、まあ、いろんな細かい仕掛けがいっぱい作ってあってあ,のあ,のあれですよねそういうのってあのいわゆるキーワードで、はい、心理的安全性そうそうで最近注目されてる言葉ですけど,ど、はいはい、これやっぱりすごく重要で組織を強くするにはやっぱり多角的な視点で物事を見ないといけないわけですよね。うんうん、でそうするとといいろろんんなな人がいろんなことを言える カルチャーが重要ででもやっぱり日本の会社って心理的安全性が低いからまさに行ったらちょっとみんなが、はい、バカだと思われるんじゃないかみたいな、ね、いうもうねこれ行ったら死ぬんじゃないかっていうそうだからまさにそれすごい重要なんですよ。はい、でただ一方でこれはその実際その心理的安全性とかをいろいろやってる方に書くとただ安全なだけじゃダメなんですよね。 安全なだけだと本当にただ言いたいことを言うだけのぬるい組織になるじゃないですかだから一方でお互いを高め合ってレベ、うん、要求水準も高いとなるほどそういう中で言いたいことを言い合うっていうのが必要なんでだ多分ネットフリックスでそういう意味では多分要求水準めっちゃ高いじゃないですか高いですねだけど心理的安全性もあるっていう、うん、確かにだから結果としてそのカル,カルチャーとして会社がガンガン伸びるカルチャーになってるんだと思いますね,、うん、すねあのそういう意味ではあのまさに今日の豊島さんの話ってネットフリックスであの企業カルチャー企業文化の話だと思うんですけど 確か僕の話ネットフリックスって企業文化がうちの会社の文化ってこうあるべきでだけでなんかこのぐらいの差しになってるんですよね。確かねなんであので僕もいろんな日本の会社を見てるんですけど日本の会社の1個の課題ってねこのね企業文化を戦略的に作らないんですよでネットフリックスは明らかに戦略的に作ってるじゃないですかうちのカルチャーはこうなんだったり。 あの自分たちの日本だと、なんとなくできてるでしょ、はい、そうです、ね。まあ、あの暗黙知が支配してるってのは日本の共通理解がある。はい、空気があるっていうのが日本の会社ですよね。で,すよねで、まあ、はい、多少行動指針とか、うん、そういう企業のバリューみたいなのとかてる。あるけど。 ほぼ守ってない、ね <laughs> まあ。まあ、あるよねみたいな。ね、なんであの実はこの企業文化ってすごく重要なのと。うん、会社によって違うんですけど、これもやっぱり最後人なんで。うん、そうすれば、そのき、どういう価値観で仕事をするかっていうことは大事なんですよね。なんで、それはね、戦略的に作っていくっていう意味では。 極端な例ですけどネットフリックスの例はすごく参考になると思いますしす、ね、あのグローバルで勝ち抜こうとするとあのこういう会社になってかねてら確かに、はい、特にあの一番ネットフリックスかなり細かくやってもていろんな社員がいろんな社員にフィードバックを与えるというカルチャーを特に今、重視していてで。フィードバック例えばあの こいつ空気読めないやつだなとか思ったけどみんなあの傷つくから黙っとくっていうのが日本の会社だと思うんですよね、はい、なんか変な人がいてもだけどネットフリックスはそれは許容してなくてちゃんとそういう時はフィードバックを与えると、うん、で与えるルールまできちんとそういうレッスンまでやってたり、はい、で与えるルールはまあ相手を助けようとする気持ちでやりましょうで何だかのこうしたらいいんじゃないんですかっていう行動変化を促しましょうでもう一つは感謝を伝えましょうい,、ね、まあいつもあなたの働きで感謝してますで4つ目はは受け入れるかかどうかは そちらの自由ですみたいなそういうところも結構マニュアル化してかつあの、まあ、そのレッスンみたいなのも社内でやるように、はい、だから結構丁寧に作ってるんですよね。あれですねあの多分こういう会社ってアメリカって声うううの流動性めちゃめちゃ激しいじゃないですかだからこういう会社って入るとねもう初日にこれやらされるんですよ研修で、ね、あのかにも例えば有名なのはデュポンっていう会社がありますあそこも例えば徹底的にそういうのやるんですよ。 あのあそこの1個のカルチャーは大事ですね。例えば安全性なんですよ。はいはい、科学メーカーなんでもう事故を起こしたらアウトじゃないですか？かかな何であそこは徹底して安全管理をするっていうカルチャーがあるんで、リポンの社員はタクシーの後部座席に乗っても最初にやるの？ベルトシ<あ>ー,ートベルトする。はいはいはい、それから駅の階段のこう。校内歩いた時には？ 広い階段だったら、絶対一番端に行って、手,手すり持って、こうやって歩くんです。んもう、カルチャーとして、そういう。あるんです。だから、あの、皆さんの、あの、駅の周りで、ちょっと大きめの駅で。社員、あのお、おじさんたちが、こうやって、こうやって歩いてたら、それ、大体、リュポンの社員。で、で、それは、実際、あの、実際、リュポンに転職した人がいるんですけど、話聞くと、本当、やっぱり、入社した初日から、それやるそうです。 だからなるほど我々そのブコーポレートカルチャーとか文化ってなんかちょっとねそんなん後でいいじゃんって思いがちだけど意外とちょっとこれからグローバルに本当にやろうと思ったら重要かもしれない,いめちゃめちゃ大事です。ちなみにテレ東のカルチャーはどんな感じなんですか？いやうちはあの自由な割とですね昔ギルガメッシュナイトっていう番組をやったりとか <laughs> あの結構自由感が強かったんですよね多分。ギルガメ今はねちょっと上場企業になったりあと PTA の皆さんのあいろんなねご意見とかもある中でテレビって多分保守化してってんじゃないちょっと今度大丈夫かまあ大丈夫じゃないかなっていうのはありますけれども <laughs> まあコーポレートカルチャー う作るかといいお話でございます、はいねまあ、それこそテレ東もねあのテレビってこれからもっと変革必要でしょうから、はい、そういう意味ではそういうなんかイノベーションを起こせるような、ねうね、攻めのカルチャーみたいなのをうちはどっちかというとそれがね多分大事なところだと思うんですけどね、うん、これはね今サブで誰が聞いてるかちょっとわからないっていうところもある中で <laughs> まあ,あの本当に。 ねまあ、あの多数派についていこうとも思っておりますけれども <laughs> あいやでもね私はあんま多数派じゃないんですよ、まあ、こういうねデジタルでやってる時点でちょっとねはぐれちゃってるんですけれども、まあ、あと地上波でもあの「モーニングサテライト」という番組しっかりとやらせていただいておし訳皆さん見てください。はい、というまあ保身,にも保身もありつつの <laughs> え今回のネットフリックスというのこのこの本ですね「ノー r ルズという本ぜひまあ 読んでみていただければただねこれでネットフリックス転職お前ができるのかとたこれは相当な多分能力とかじゃないとダメだ,だろうなっていうね、はい、ちょっとそこの厳しさもあるんですけどもということで入山先生今日もありがとうございました,ました日々の経済ニュースをアカデミックに読み解くテレ東経済ニュースアカデミーですゲストはいつも通りメイン講師の早稲田大学ビジネススクールの入山昭恵先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 井山先生あの、はい、最近、ですねあのやっぱ中国企業の躍進ですとか<ー> EV をいっぱい作っている、まあ、上海モーターショーとかも最近ありましたし中国はかなり技術力、はい、AI 分野自動運転とか EV とかですねあるいはまあその政治的な面でもプレゼンスを高めていて、はい、やっぱりこれから世界はその中国人がこう意思決定、まあ左右するような。はい 世界を動かすようなな状況になっていく国としては、ね、今、中国が当然勢いがあって、はい、まあ日本も安全保障も含めて、ね、いろいろまあ気をつけなきゃいけないというか、はいいろいろ対応しなきゃいけないと思うんですね。はい、でただ、一方であの人材という意味で見ると例えば、ね、今、世界で注目されている会社ってガーファーと言われるところであるいはファングと呼ばれる例えばグーグルとか マイクロソフトとかそういった会社ですけど今グーグルのトップって誰かっていうとピチャイさんサンダー・ピチャイインド人なんですよそれからマイクロソフト今 CEO 誰かっていうとサティア・ナデラさんインド人なんですよで実はですね昨年 IBM って会社ありますよねあそこもクリシュナさんっていう方にインド人が CEO がかかったんですだから実はあのね IT ビジネスの頂点にいるのって、ね、イ,ンドのインド人,ンド人そうなんであのもちろん、ね、中国の台頭というのは大きいんですけど僕はね、はい、人材レベルでいくとこれからより注目するべきはもうズバリインド人そうな確かに孫さんがソフトバンクの後継でも一時二毛柊さんニケシさんもインド人ですもんね。なるほど、インド人。なん、ね、で,でかとい、まあ、僕アメリカ十10年いたんで、はい、あのそこで分かっているつもりなんですけど今あの、インド人の台頭すごいんですよ。 でどうであの実はこれ中国事情ですごいです。 あ、中国人よりインド人の方が上にいってる。あの、言ってます。で、あの、なんでかというと、まあ、いくつかがやるんですけど。え、まあ、インド人ってもともと英語できますよね。あの、英語なんでできるかというと、インド人って、インドって国が広すぎて、地域がもともとバラバラなんで。もう言語がバラバラ。共通言語ないんですよ。だから英語で。英語は共通言語。で、すそういう人たちが、えっと、アメリカにやってくるんで。えっと、まあ、あの、聞いたこえ、インド人の英語、聞いたことあります。あの、われわれはすっごい聞きづらいんですけど。特徴がありますよね。特徴はあるんですけど、ただ、あの、アメリカ人より、その、聞きづらくないらしく。なんで、結構。 コミュニケーションはまず簡単そして何より、まあ、全員のそうじゃないんですけどああいうところに来る人たち頭いいんですよね。ご存じように、ね、インドというのはゼロを発明した国ですから数学といえばいいというか。なのでコンピューターサイエンス分野は圧倒的に強いに僕も向こうに留学した時、うん、数学の大変難しい問題があると、ね、しょっちゅうインド人の友達に聞いてあの、まあ、答えは教えてもらってないですけど一応その解き方とか教えてもらってみたいな全然分かんないなみたいな。なるほどであのなんで、まあ、ただとはいえアメリカも そうういもともとはいわゆる白人のジャン中心の社会なんでなかなかそういう移民の人たちが入ってくるのって難しいわけですよね。こういう時ってどういうところから入ってくるかというと一番分かりやすく実力主義のところからやっぱり海外の人って入ってくるんですよスポーツもそうじゃないですかやっぱり野球だったらプエルトリコとかドミニカとか競争があるとこってそうなんですよそう見ると実は一番競争がある一個ってはっきり言うと僕がいる学者の世界なんですよ。日本の学会ってぬるいんですけど まあ日本人ですよね。<の>ほとんど、ね。あのアメリカはですね、大変競争厳しいんで、もう国境関係なく、どんどんが入って。仲間がいいコンテストなんですよ。一番最初にこうね、トップにのインド人が台頭するのって、実はね、我々のいる学者の世界で。の界あの実際そうです。例えば。 あの僕はアメリカで博士号を取ったんですけど取った時の指導教会はインド人ーラビー・マドーハバンさんという、まあ、今でもすごい尊敬している人なんですけど、はい、で今度はニューヨーク州立大学で働いたんですね向こうでポジション取れたんでそしたら、えー、と共同研究者いまあ、だに仲いいんですけど、うん、彼はインド人ラジーブー・キショアというインド人、はいはい、それから僕はその大学の中にビジネススクールがあってそのビジネススクールの中の経営戦略部門にいたんですけど、はい、経営戦略部門のトップインド人なんですよ。そ,そして ボ部門ってそのビジネススクールの中にあるんですけどビジネススクールのトップもインド人なんですそ,んなにそして大学じゃないですかニューヨーク州立大学、はい、バッファロー校っていう大学の学長もインド人なんですそん <laughs> マジですよそ<う>かだから僕が平社員だとすると課長部長社長部社全員インド人すごいんですよだからアメリカの大学でそのまあ修了式卒業式やるんですけど あの学生はね例えば学部の卒業式なんて全員ほぼ全員いわゆる普通のアメリカのアメリカ人なんですけど、はい、壇上に上がってる学長学部長教員がみんなインド人、ね、<laughs> が片言の英語で修、ね、了書を渡すっていうそういうねアナザーワールドがあの別にうち僕が行ったところだけじゃなくてもう全米各地に起きてて例えばハーバードビジネススクールありますよね、まあ、世界ナンバーワンのビジネススクール、はい、あそこもあのこの前までの学長はニティン・ノーリアさんと言ってインド人です。そしして今度の新しい学 学長も実はインド人、うん、だから日本のアカデミズムもしかしたらインド人が本当に上になるようだったら本当に開かれて競争的になったといかなるかもしれでまあそういったことで実はアカデミアの世界でもインドの方だいぶ入ってきてるんですけどそれが今度はいよいよ実力主義な IT の。 はい、世界で入ってきたんで,でそのサンダイ・ピチャイとかサティア・ナンデラみたいな人が台頭してきていて、うんうん、そしてあの私も付き合いった当時あったんでよく分かるんですけどあのくらい上に行くインドの人って結構ね人間性が素晴らしいんですよ。あそう頭が良くて 人格者、もうパーフェクト。ああ、嫌な奴らですけど、そうなんですね。そうなんですよ。<laughs> 素晴らしい。なんであのサティアンナデラさんとかも、うん、まあ、お会いしたことないですけど、かなり会社で尊敬されてると。んなんで頭も良くて優秀で、人間的にもできてるんで。んまあ、そりゃそうだったら、信用になってくださいっていう話なんですね。なんであのう、わも、もちろんね、あのお隣なんて、中国とも仲良くやる必要あるわけですけど。一方で、あのインドの力っていうのを。 やっぱりうまく使っていくって<や>大事なポイントいうことですね。まあ今確かにそのコロナでね今結構あの死者が多いということで、はい、かなり国難的な状況なんですけど、やっぱ長期で見るとまあインドっていうのは、はい、あの本当に注目しなきゃいけないということで、実はあの先日あのこのあの。 テレ東経済ニュースアカデミーのゲストとしてお越しになった成毛誠さんも、まあ、将来、インドが来ると、うん、人材がやっぱりアメリカでその活躍した IT 人材がインドに来て、ね、インド版ガーファーとかファンを作っていく IT 大手を作っていくと、はい、だからインドに注目しなきゃいけないということがもう,でも,もうそれはもうすでに起き始めてアメリカでは完全にトップがインド人な人ですね。で あの今日本の実はそういう IT 系のベンチャーとかスタートアップも、うん、ちょっと聞き読みは言わないですけどインドに拠点を置いてる会社なんですよ。でどこに置いてるかっていうと例えば IIT ってご存知ですか インド工科大学ですね。はい、もうインドの理系最高の大学で、実は最近は IIT はアメリカの工学部の最高といえば例えば MIT じゃですか？あとカルテックとか。そうそうですね。IIT ですね。MIT マサチューセッツ工科大学とカルテックですよね。で実は最近は IIT のレベルがめちゃめちゃ上がってきているんで、あの。 インド人にとっては MIT は IIT の滑り止めだっていう人が出てきてるすなるほどそっか IIT はもう倍率がすごくてインドってもちろんあの人口が14億ぐらいいますからそこで目指すから、はい、もう日本の東工大とか東大工学の全くいじゃない、はい、全然レベルが違う,って,うっていうのがガーっていてで彼らまだとはいえインドってそんなに豊かじゃないから結構ね安いんですよ。 学学費がが学費が取るとの初任給が初任任給給安いだ普通の超今だと超デジタル IT 人材とかコンピューターサイエンス人材ってもう本当に何千万とか払わないと来てくれないんですけどまだいまだに IIT の卒業したてだとまあ数百万円ぐらいで1000万円いかないぐらいで採用できたりする場合もあるんで結構日本の IT 系のベンチャーが採用するために拠点を持ってるる。なるほどなるほどそっかもうすごいまあある種ちょっとあれですけどリーズナブルな給与で、はい、世界のスーパー人材もうそれこそ東大工学部 これ全然取れるってなので、だから、でまあ、幸いね、あのだから安倍,さんあの安倍さんが首相だった時も結構モディ首相と仲良くやろうぜみたいてやってたじゃないですか、あれもちろん対中国っていうのもあるんですけど、<う>一方でやっぱり日本と、日本って製造業とかサービス強いじゃないですか、はいはい、でコンピューターサイエンスの分野は弱いですよね。はいはい、だけど、インドってコンピューターサイエンス、数学人材なんて超強いですから、あそことこう、う IT とうまく組んでやっていくのに相性ね悪くないんですよ。はい、んなんで、まあ、うまくやって こうまあまあってい頑張って,しいなっていう。と,いうところなんです、ねはい だからまあやっぱりそのインドのなんですかねもう今14億ぐらい人口がいて、はい、まあ中国もだいたいまあ今中国の方がわずかに今人口上ですけど、はい、ただもう中国は<く>はっきり言うとこれから人口減りますんでちょっと最近の報道だともう減ってきてる、ね、中国政府はそれを隠しとるという話もあるんでなるほど、はい、あの中国はあの人材は多いですけどこれからはやっぱりこう下がってるんですよでインドはまだ若い人が多くてこうなってくるんでいはいなるほどだから確かにそうですねガーファとかファングはまあお一番トップが中国人っていう例はまあ確かグローバル企キ 業ではまあそこまで中国、いなところです中国人の友人いっぱいいて、まあ、すごくいい人いっぱいいるんですけどはい、はい、結構ここ、個人主義が強いんですよ確かにな,、ね、なんでもしかしたらあまり組織のトップには、まあ、そういう人出てくるかもしれませんけどんこれからあんまり向いていない人も多いのかもしれない、ね、もしもか中あのインド人の方だとそういう方が結構いらっしゃってそうなんかめっちゃ人格者でみんなを引き入れるようなリーダーみたいなのが結構いるので。 翻、まあ、って我が日本はという感じですけれどもね、はい、なかなかやっぱり、まあ、だから、これからもしかしたらいいインドの人に来てもらって、日本でインド人に経営してもらうみたいな、はい、なるほど、夏時代来るでしょうね、実際に。うん、もうあってもいいと思いますよ。確かに私も知り合いの会社、はい、日本法人のトップインド人っていうの、結構います、ね、あそうですか、すね、あとね、亀田製菓さんの今、役員の方、インド人の方、実は前僕は、僕が、前の労働制約にいた方なんですけど、なんで、そういう方、出てきてます。はい、はいはい まあね西葛西にインド人の方が多いわけなんですけど東京だとまあこれからは本当そういったインド人材に注目というお話でした入山先生今日もありがとうございましたありございましたいや総合商社というイメージは全くないですいっいうー全職は伝送という NHK でいうとローソーギューシンという,うとき<う>こちらが量子コンピューターの世界、はい 日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーです講師はいつも通り早稲田大学ビジネススクールの入山明先生ですよろしくお願いします,しします今日はですね実は初めてこちら出張アカデミーということでスタジオを飛び出しました実は私たち住友商事のオフィスに来ていますかなりこれおしゃれです、ね、かっこいいですよね,すよねいや総合商社ってイメージは全くないですよね <laughs>、はい ここ普段はです、ね、住友商事の社員たちの、まあはい、オフィススペースシェアオフィスのように使っていたり社内ベンチャーがピッチをする場所にも使っているそうなんです、ね、<ー>で、あちらを見ますとこうグラスもあってじゃあビールととかかワインとか、はい、ゆくゆくコロナが収まればビールも飲めるということでさすが総合商社、お金あるなっていうねえいうすすごいですよね,ねしかも大手町の、ね、ど真ん中の一等地ね、うんまあ、こういうことをやることで商社もどんどん,どんどん変わっていこうとしているということですよね。 でここで今日ですねトピック、何かと言いますと私たちのま暮らしですとかま産業、そして安全保障の未来を大きく変えるテクノロジーについてですそれが量子コンピューターというものなんですが実はこの住友商事、すでにこの量子コンピューターを使ってですねいろんなビジネスをやっていこうという取り組みを始めているととうことで量子コンピューターって最近よく聞くじゃないですか。はい なんかすごそうだなっていうイメージはあるけどうもう住友商事はビジネスになる一歩手前ぐらいまで行ってるっていうもうこれから行こうとしてるということでは<ー>今回そのキーパーソン実はこちらで今先ほどからあの長いこの下りをお待ちいただいてるんですけれども住友商事の寺部正義さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします今回あの量子コンピューターのスペシャリストということで実は他の会社から引き抜かれて<っ>住友商子に来たと ちなみに、もしよければ前職はどちらだったんですか前職はあの伝送という自動車系の日本の、ね、自動車サプライヤーのナンバーワンの、ねまあ、世界的にも超スーパー企業ですよね、前奏、はい、ってやっぱりね、すごい研究能力ある会社なんですよ、はい、例えば今、われわれが普通にスマホで使っている QR コードあるじゃないですか、あれ、前奏なんですよね、もともと。事実があれは世界に広まっただけでもう一層技術力があるんだけど、まあ、そういう中の人をだからあえて住友商事が引き抜いちゃったんだっ,っ,たっことですね。 量子コンピューター、何なのかからちょっといろはからやってもらっていいですか、うん、知ったかぶろうとも思ったんですけど、ちょっとそういうのすぐあのバレるんで、ね、んね、YouTube とかだと、はい、ちょっと教えていただいていいですか。<あ>はい、はい、じゃあの、漁師って何か聞かれたことありますかもちろんあの、なんとなく、ものを構成する一番最小単位です <laughs> 私たちの身のの身回りの,もの。 ひいてはその私たち自身も実は超ミクロに見ると量子というものでできています。はい、じゃあこれなんで量子量子言いうのかなんですけども量子を使うと実はすごいコンピューターが作れるから量子というんですね。はいうん、で今までのコンピューターはこちらなんですけども基本的にはビットと呼ばれる0または1でかですよね計算するものを使います。で一方量子コンピューータは ゼロと一を同時に持てる量子ビットというちょっと不思議なものを使います。はい、ゼロと一両方なぜかこれ例えばグーチョキ両方ですみたいな。<あ>あ<の>そうです。子供がチ<ョ>キわけわかんないことを言うような、はい、両方の性質にこれが僕もいつもよくわかんなくて、はい、量子ビット量子コンピューターはゼロと一が同時に起きるわけですよね。はい。そそれってどういうことなのかっていう,う超ミクロな量子の世界はもう物質は物質じゃなくて波で あの表現されるものであると、いうことで、あのいろんな状態が確率的に同時に起こるという。もう、この説明で、ちょっとわけわからなくなってしまうんですけれども。そういう、私たちの目に見える世界とは違う、うん、あの物理学で動いているのが超ミクロの世界であると。うんはい、そこでは、同時に起きちゃうわけですね。もうはい。はあ<ー>。ゼロであり1である、一では。はい。は<ー>おっしゃる通りです。そのゼロと一の性質を同時に持つ重ね合わせができると、どういうことがコンピューターで。できるんですか。か それがですね、あの一言で言うと、あのたくさんの組み合わせの中から、あの超高速にあの最適な回を見つけ出すことができる、うん、ということになります。はい、で、例えばですね、三十ビットあった場合にゼロと一の組み合わせってゼロ,ゼロ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 かゼロゼロゼロ一と数えていくと、全部で十億通りあるんですね。<は>うん、で、この十億通り、今までのコンピューターではもう順番にあの計算 計算をしてこの中でどれが一番いいですかっていうのを探す必要がありました、はい、一方で量子コンピューターを使いますとこれ全ての組み合わせを同時に持つことができますので、うん、あの同時に答えを探してくれると、うん、ということになります30ビットっていうのは例えば車が30台いてその動きのパターンを計算するとかそういうイメージでいいんですかはい、あはいい例えばそそううななななりますするるほど、どれを計算しようと,すると14回やらなきゃいけないけど、はい 量子コンピューターだとかなり少なくてす速くて済むす、はいこれは従来のコンピューターより量子コンピューターどのくらい例えば速くなるんですかまあ問題によっては例えば数億倍速くなったりとかういことも期待されます<ぁ>数億倍、はい、すごいですね。こちらが量子世界で初めて量子コンピューターを商用化したあのカナダの DWAVE システムズ社の量子コンピューターの前で撮った記念写真です。ああこの、はい、の後ろにあるのが よしコンピューターそのもの。はい、<ー>そうです。で、これ左が寺ラさんっていう。はい、こちらがそうです。開発した人みたいですね。記念撮影。記念撮影 <laughs>。はい、はい、はい。で、こちらにご覧の通りあのすごく大きいんですね。はい、高さ3メートル。で、じゃあこの中身どうなってるかですけれども、うん、実はこの大きい箱ほとんどがあの中身冷凍庫なんです。冷凍庫。凍庫はい、冷凍庫でして、コンピューターの一番大事なあの CPU みたいなところは CPU。 タムプロセッシングユニットと言いまして、これはもう手のひらサイズなんです、はい、なんですけど、もうほとんど冷凍庫なので、まあ、高さ3メートル冷やさなきゃいけないということですか、はい、そうです、これ、実は超伝導という物質でできていまして、もうマイナス273度、絶対零度付近まで冷やす必要がありますじゃあ、これキーー、キーピーはこれだけで、残りは全部冷やすためのものを、はい、お,っおっしゃるとおりです。<laughs> だから値段も張るってこと 高いサイズがでかくなとそれもあってですねただ QPU も高い QPU、はい、も高い,と思い,ます高いでいでしかも今回ちょっと QPU の本物の、ね、<え>材料を今お持ちいただいているおおすごい、はい、あのこちらこれがそれが QPU なんですかはいこちらあのウエハーになっておりまして、はい、これをカットしたあの一つ一つの四角の部分が QPU になります。量子<ー>コンピューターの心臓部と。心臓部です。<ー><ー>これじゃあもういくらぐらいする。こちら、ちょっとこれだけの価格は言いざいんですけど、まあ、うんごく円相当。これは、うんごくいで、ね、す。<laughs> 本当に。今、うんごくで手に持ってるわけです、ね。すごいそ。そうですね。ちょっと触れちゃいますね。すさすが住友商事。<laughs> すごいですね。<laughs> 実際に、じゃあ、量子コンピューター作った世界って、どういうふうなことになってる。量子コンピューターを使うと、私は例えば、渋滞解消みたいな。うん ま、街から渋滞がなくなるような社会の変化が起きると、うんはい、左側が従来のコンピューターの世界です。はい、でこちら、ですねあのやっぱりみんな車運転すると私が早く着きたいと思うので、はい、もう自分にとっての最短ルートにみんな集まっていきます。うん、でみんな集まってくると じゃあ、次に自分が早くつけるルートはということで、まあ、次のルートが渋滞してくると。いうことで、もう渋滞がどんどん伝播して。自分が早くつきたいと思うと、みんなが早くつきないというジレンマがある。これが今の世の中です。みんなカーナビ使ってね、やると、まあ、渋滞していくっていうことなんですね。普通のコンピューターの。はい。おっしゃる通りです。で、こちらが量子コンピューターの世界。です。で、こちらは、あの、街全体で最適化をして。 あの交通をを分散させるとということをしておりますで例えば私左から行くよとか私右から行くよとかいうふうにあらかじめ分散させますと実はこれ左と右で車の数一緒なんですけど右側は渋滞が全く起きていないなるほど到着した車の数がこちらにあるんですけども,もう何倍も早くついているということであ<ー>あのこういった世界が実現できれば渋滞もなくなるんですけども。 ただ、これ、計算がものすごく大変で、リアルタイムに計算できないんですね、うんはい、そこでまあ量子コンピューターで、ここういういいととができないかとつまりさっきみた、い豊島さんが言ってみたい一個一個がビットみたいなもんで、車の、はいはい、それ、これがこう、なんていうか、それぞれが動きをしていると、それ、一個一個の計算のパターンを計算していると、はい、さっきみたいに10億回とか、何十億回になっちゃうと、うだから計算にものすごい時間がかかるわけですけど。はいはい 量子コンピューターだとそこをまさに1、1 0が同時に起きるからばって一緒に計算してくれるっていういでですか、ね、お,おっしゃる通りですでも車30台だったら素人なんですけど僕は文系なんですけど、はい、そんな大した計算にならないんじゃないですか、はい、これがですねあのこちらがあの重大開票の問題をあのグラフに取ったものなんですけども実はあの例えば車1台あたりに3通りのルートが選べますという問題だったとすると、はいうん、1> 車1台で3通り。はい 車10台でなんと6万通り、はは20台で35億通りで、30台でもう200兆通りにもなるんです、ね、200兆通りあるそれは従来のコンピューターではきついかなり大変です、しかも街の車ってたった30台ではないですから、ものすごい組み合わせを解かないといけないということで、うん、ま普通のコンピューターではもう例えば、数日かかってしまうとか、ということでリアルタイムに街を制御するということはなかなかできなかったんですね。 だから普通のコンピューターが数日とか数ヶ月とか場合によっかかるけど量子コンピューターだったらほぼ秒でできるぐらいのレベルになるってことです、はい、となると期待しています,います <laughs> なるほどだいたい分かりましたよねいやだいたい分かりましただからとにかくそのゼロと一っていうデジタルの世界今までのデジタルとは全然違う世界なんだっていうこととまず圧倒的な情報量を一瞬で計算できると、はい、もし実現すれば、はい、それに今、まあ 注力しているということですねそれが量子コンピューターだとはいおっしゃる通りですいやすごいですね,ねでは改めて量子コンピューターはどこがすごいのか寺部さんにお話を伺っていきたいと思いますそもそも寺部さんは電装のご出身自動車部品メーカー電装のご出身ということなんですねで、どういうことをやってたんですか電装時代は、えっと、初めは半導体のエンジニアから始まって、うん、その後に自動運転とかあの工場の IoT といったことをやっておりました で最後は量子コンピューティングを活用して、あのモビリティサービスに活用したり、まあ、ファクトリーの最適化ということをやっておりました、うん、そして、かなりその量子コンピューターを使って、かなり世界でも注目される業績を上げられたという<ー>そうですね、あの国際会議であの、私がやった無人搬送車の最適化っていう実証はあの、もうかなり実用に近いような実証実験だというふうに評価をいただいたこともあります。それはさっっきの,あの見せてもらった 無人搬送車の事故いろんな車がこう最適にルートを取るという、はいそれの、それのことだっていうことですかあ,あれをですね、工場の中の無人搬送車でそこを飛び出して、に来たいですかあの自動車や工場以外の,、うん、あの市場に対しても、量子コンピューティングを適用してあの、いろいろと取り組んでいきたいという思いで、はい、実際、住友商事では、そのどういったところにこの量子コンピューターを応用していこう、どういったビジネスに使おうというふうに考え 今まさに取り上げておりますのはあの画面にも映しておりますあのエアモビリティと呼ばれるような空飛ぶ車の世界がこれからどんどん広がっていくと考えておりまして<ー>2030 x 年には運ん十万台が空飛んでるだろうと。うでその飛びまくっているものを やっぱりリアルタイムに制御しないと例えば強く風が吹いてきたら通れない場所があったりとか、うん、あの雨が降ってきたらとかありますのでそのリアルタイムに制御するという世界をあの作り上げたいなと、うん、空飛ぶ車がもう多分何百台何千台東京の上とかを飛んでいるときに3次元的に多分それを制御しなきゃいけないというそこはもう量子コンピューターじゃないとおそらくできないと考えております。あ しかも商社だと、まあ、もういろんな鉱山の開発とか、資源とか、うん、そして消費財。交通、もういろいろやってますもんね。だから、そこに量子コンピューターを入れていくってことなんですね。はい、おっしゃる通りです。<ー>今は実際、住友商事が何か、あの、大きな量子コンピューターを購入してやってるたりしてるんですか。いえ、あの、購入してるわけじゃなくて、はい、クラウドで使っております。クラウドなんですね。はい。ああ<ー>、実はまだ日本に量子コンピューターって一台も、うんうん、あの、所有のものはありません。 であの例えば最近ですと、アマゾンの AWS とか、クラウドサービス経由で簡単に使えるようになってきておりま、それでいろんな企業が量子コンピューターを使った実証を、すでに始めております a w S、AWS、経由なんですか。はい、AWS 上を通してクラウドで、はい できるっていうそういうこともできますし量子コンピューターベンダーと直接やりて量子コンンピューータベダっているんですあ例えばあれですね有名なさっき写真も出たカナダの D ウェーブですよね、例えばあそこ、量子コンピューターベンダーなわけですよね、そうですねそこにクラウド上でアクセスするとそっちも言うとお金払えば僕とかでもできないですけど、僕とか豊島さんでもできるんです。月額おいくら 今、1時間単位でう十万円というような,もな 1> 1、もうネットフリックスの数百倍ぐらい <laughs> ですだから、1>, とあの1時間っていうと、なんか高い気がしちゃうんですけども、あの1回の計算がめちゃめちゃ早くて、月で使った時間のトータルで課金ということになってますので、はい、意外と。 AI 使うのと同じような価格で使うことが可能になっていると付額をちょっとレンタルするよりもしかしたら安いかもいいい勝負かもしれない、そうなんだそんなにもう価格が下がってきてるってそこはカナダの DWAVE 社みたいなところがクラウド量子コンピューターサービスを提供しているてとといいうこですかはい、そうです<あ>そういうところにみんな各社、日本の会社もサブスクで登録してクラウドでやってるみたいな。 DWave 以外にも、に例えば IBM とか、グーグルとか、うん、えと最近 a はアマゾンも量子コンピューターそのものを開発しているというふうに言われております、はあ、ちなみに日本企業、どういうところがそういうのを量子コンピューター今作っ、今の NEC とか、あの富士通とかですね、そういったメーカーさんたちが作作っっっててすやぱいるんですねはい、作っております。 あのよく量子コンピューターって、はい、あの量子アニーリング方式っていうやつと、はい、ゲート方式<お>っ知ってますねわか,かりやすく言うと量子アニーリングというのは何ですか組み合わせをこう探すのに特化した量子コンピューターということ、ね、はいおっしゃる通りですでゲート式というのはもうとにかく何でもやるよという量子コンピューターはい何でもできるんですけども何でも早いわけではなくて やっぱりある特定のアルゴリズムに対して超高速になるという特性があります、うん、それが使えそうなのがまあ材料とか金融とかいった分野ですと、はい、寺部さんが使ってるのはどっち対象としてはどちらも扱っているということなんですけれども、あの先ほどのエアモビリティ、空の靴は飛ぶ車の実証なんかは、両者アニーリングの方式を使っております、うん、確か、グーグルとかが開発してのはゲート式ですよね,、はい、ですね。簡単に言いますと、アニーリングはもう最適化に特化したもの。 最適化<で>さっきみたいな交通問題の場合ですね、はい。で、ゲート型は最適化問題も解けるんですけど、それ以外の、例えば材料開発とか、金融のアルゴリズムを組むとか、そういったこともできるものになりますだからゲート式能ができれば、もっとすげえっていう、はい、汎用性は。はいおっしゃる通りですでアニーリング性いが、式能が汎用性が低くて、さっきみたいな最適化問題だけに特化してるから、今、先に開発が進んでて、はい、D ウェブみたいなのがあのもう売っちゃってるっていう。 はいおっしゃる通りですあのゲート型は何でもできる分、作るのが大変難しくて、うん、まあ今、量子ビットの数でいうと50量子ビットぐらい、一方で、量子アニーリングはもう最適化に特化した分あの、作るのが比較的容易になっていて、まあ、5000量子ビット以上ができているということで、もう実用、もう目前だろうというふうに言われておりますその量子アニーリングとかを開発したのは、世界でどこが最初だったんですかやっぱアメリカですか。 商用の両者にリングマシンを作ったのはカナダの D. Web. システムズ社なんですけれども。うんはい、実は基礎技術は日本で作られております<本>。例えば量子アニーリングっていうアルゴリズム自体は日本で。あの当時東工大にいた門脇さんと。まあ、西森先生という方が発明しておりますし。そこに使われているあの超伝導の量子ビットというのは当時 N. E. C. の。 中村さん、蔡さんという方が20年前に発明しておます、えー、日本なんですかこほらさっきの QR コードと同じ空気が漂ってきましたよなんか技術開発は日本得意だけどそれを応用してビジネスにするのは海外に取られちゃう,ちゃうそうならないようにテレビさんが今 頑頑張張っってているですはおりまなるほど、はい、ちなみにあの寺部さん、ですねこういうあの量子コンピューターが変える未来という本も書いていて、これ、比較的ですね分かりやすくあの解説してもらっている本をあの、書かれてますね、なので、実はここにもその日本がかなり基礎技術が、ね、でいったんだけどということも書いてあったりしますよね、そこには。はい、なるほど、まさにここでじゃあ、日本がまた負けてしまうのかみたいな、そういう状況になっている。 はい、そうですね、えーあの、量子コンピューターのハードウェアの商用化は、もう北米が先行してしまったんですけども、量子コンピューターを活用したアプリケーションの世界は、まだこれからですので、そこに可能性があると思っておりますそういう意味でほら、パソコンとかスマホも、パソコンなんて昔は日本の企業の方が強かったわけですけど、はい、結局、今、買ってるのってソフトウェアとか、はい、OS を作ってるグーグルとかじゃないですか。はい、ということは、今、作る機械の方は、 北部に先行されてるけど、今度はこっちがやり返して、はい、ソフトウェアとかアプリケーションを日本発で作れば、まだ世界で勝てるチャンスがあるっていうはいそう思っておりますなるほど今、量子コンピューターをそのサブスクで、まあ、クラウドで使ってる会社っていうのは、日本企業も結構使ってるんですか例えば、トヨタグループで言っても、はいはい、まあ電装が使っていたり、はいはい、IC やトヨタ中継まで使っておりますやっぱそ,のそういった会社も、量子コンピューターをサブスクでやって、いろいろ,いろトライしてるんですね。 研究してたりその他にも京セラさんだったり KDDI さんだったりあとメルカリさんとかメルカリあとはリクルートさんとかリクルートころもどんなことに使えるんだろうといろいろ実証実験をしておりそうなんだだからいろんな可能性があるけどまだどう使っていいか分からないから皆さん各自トライしててるっいいうは皆さんの会社ももしかしたら量子コンピューター使ってるかもしれませんけれど。 テレ東だってね。テレ東はねほぼもう2000%使ってない感じがします。いや、それで量子コンピュータィ最適な番組。最適番組。いや確かにそれちょっと言ってみますかね。確かに。1時間で200万ぐらいでしたっけ？いや数百万、数十万円数十万1時間で数十万円はい。なるほど。ちょっとこのぐらいならテレ東でも確かに出せるかに NHK とかでも使ってきそうな。なんか使いそうな感じする。実は NHK でももう放送技術研究所のところで。 ほら研究が始まってます。M H K 何量子コンピューターもうやるをやろうとしてる。使ってます。今声が声が震えてる。ちょっとそれはちょっと衝撃です。やっぱすごいですね。M H K はまさにあの番組作成っていうところでもデンツーさんが対処してたり。やっぱりデンツーさん使ってる。デン使ってる。やっぱ早いところ早いですね。はーすごい。ということであのもう密かに。 各社量子コンピューターを使い始めているので皆さんの会社も使っているかどうかというところで今後はです、ね、この後は量子コンピューターでどういうふうにこうビジネスが変わっていくのか社会とか暮らしが変わっていくのかについてお話を聞きたいと思っています。 日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーです今回はですね前回に引き続き究極のコンピューターと言われ今後のま国の産業そして安全保障の行方を大きく変えるとも言われている量子コンピューターについて引き続きお伝えしていきたいと思います講師は和田大学ビジネススクールの井山昭恵先生ですよろしくお願いします そして住友商事の寺部正義さんですすよろししくお願いしま寺部さんは量子、えっと、コンピューターの専門家ということで住友商事のプロジェクトで働かれているということなんですが寺部さん、量子コンピューターこれはもうコンピューターとしてはもう最終的な進化の行き着く先ということなんですか、うん、そうですね、あのもう量子ってあの本当にミクロな世界。 で半導体はもうどんどん小さく小さくすることで性能を伸ばしてきてそれよりもさらに小さい世界ですからもう究極のコンピューターといってもいいいいんじゃないかなかと思いますそこで今、日本の立ち位置さっきのこの間の動画では実はオリジナルの技術基礎の部分は日本で生まれたと。ね、だけど、ね、<laughs> またこう持ってかれてカナダの会社があったりどう世界で優位なのはやっぱりアメリカなんですかカナダ。 えっと最初はカナダが商用の,のマシンを作ったんですけど、はい、そ,それは2011年です、はいで、そのわずか2年後にグーグルは、その D ・ WAVE のマシンを買って、シリコンバレーで量子 AI 研究所っていうのを立ち上げたんですね、それ以来、相当なあの投資もして、量子コンピューターも自前で開発して、もう世界をリードしてますので、もう今、トップ、グーグルになってきてるんですか。 グーグルがトップの一つ、ちなみにですね日本経済新聞によりますと、はい、あのアメリカ、グーグルが2019年、最先端のスーパーコンピューターでも解くのに1万年かかるという問題を、その量子コンピューターを使って3分20秒で解いて、<laughs> 驚きを呼んだと。でさらに 翌年には中国科学技術大学も同じような成果を出したというふうに言っているいや,やっぱり中国とガーファと中国、ね、日本はどうなんですか日本も富学ありますよね、はい、富,学富学より量子コンピューター早い問題によるっていうことですけどもやっぱり量子コンピュータ得意なものは土的に量子コンピュータが早くなるということになります、はい、その場合どんくらい早いんですか 問題によって、うん億倍とか。うん億倍。深くより速くなったりする。話にならないですね。まあ、だから、それは、その、量子コンピュータが得意なやつと。富岳が得意なやつは、ち、ちょっと違うわけですよね。はい。富岳全廃というわけではない。ですよねはい、おっしゃる通りです。フィールドによっては、もう、バンと量子コンピュータに行かれてしまう。っはい。今、我々、すごい、こう、知識がないんで、バンと行くとか。すげえとか、すげえ。山先生も、いつになく、こう、一般実家してるのは、ちょっと。本当に。 日本勢はどううなんでしょういけそうなんですかまた適当なこと,という意味ではあのコメント困るんですけども、はい、今のところまだ商用化には至ってないというところですこれだから今まだこの量子コンピューターの技術はあるけどこれを商用化して、はい。 つまりあのもちろん DA は量子コンピューターそのものは売ってるけど、はい、それをわれわれの社会に役立つような意味での商用化は世界でまだ誰もやってない,ってないまだやってないですね今、そこに近いプレイヤーっていうと誰になるんですか、はいまあ、量子アニーリングと量子ゲート型とあるという中で、まあ、量子アニーリング分野はあの日本で理論が生まれたこともあって日本はかなり先行している印象です。確かそのお一人が寺部さん あるいは住友障子ってことなわけですよ伝奏、前職時代伝,<送>伝送でやったプロジェクトもかなり進んでおりますし、っ、はあえー、とリクルートさんがやられた、じゃらんの広告配信の最適化みたいなものもかなり注目された取り組みになりますじゃらんの広告配信の最適化を量子コンピューターでやったんですか、それは具体的にどういうことをやったんですか、リクルートは。あのレ,レコメンド というのでうあのホテルを検索したときに、うん、じゃあホテルの検索結果どういう順番で出すといいですかというところで実はあのその人が検索したその人にとって最適なものを順番に並べるだけでは制約率ってそんなに上がらないらしくその間にあのちょっと外れたものもうまく混ぜると制約率が実は上がるみたいな。 はい、そういった最適な答えを瞬時に出してくれるということも量子コンピューターででも、そのちょっとした遊びっていうのが既存のコンピューターだとゼロ一だとできなくて、はい、でちょっとしたのがでやるだけで実は膨大な計算量になるわけですよね、多分。はい。それが量子コンピューターだとできるっていう。はい、えー、なるほど。もうやるとこやってるんですね、NHK も使ってるって話をこの間、<laughs> 前回の動画で聞きましたけども、きっとだからテレビ番組の応用とかもできるわけですね、そのうち。うん、あ何かできるんじゃないかなと。 面面白白い、いな、うん、なんかちょっとしたたさみたいないや量子コンピューターが例えばそのギルガメシュナイトを復活させるみたいな出 <laughs> <それ S 2> たら復活させるかも分からないですけども <laughs>、まあ、ちょっとした面白さみたいなところなんですがで入山先生が今おっしゃったこう社会をこう変えていくビジネスを変えていくというのは具体的に例えばどうビジネス変わっていくんですか今までのコンピューターでもできていたことを量子コンピューターでさらに高度化するっていうような世界もあれば、はい、例えば。 あの今のデジタルとかインターネットが普及してでそ,れそこからグーグルとか新しいビジネス生まれたんですけども彼らって本当にデジタルとかインターネットがまだ何にも使えないおもちゃみたいな頃からそ、うん、新しい価値探索してはい、はい、それでしかできないことって何だろうって探してきた、うん、ですので今量子コンピューターってまだ本当におもちゃファミコンみたいなもんなんですけど、うん、その段階からそれでしかできない世界を作る、まあ、そういった、まあ、社会が切り開くことが非常に重要かなと はい、例えばこういったものが今、世界では注目されているというのはあるんですか材料開発の世界では、例えば人工光合成みたいなのができるんじゃないかと。はあ、え人工光合成というのは、光と二酸化炭素で酸素を作るみたいと、はい、水で酸素を作るみたいな、はい、やっぱりカーボンニュートラルって言われる中で、うん、それをもう根本的に減らす方向にするにはどうするのかとか、人工,人工光合成を行うなんか素材を作るみたいな。はい その時と一気にこういくつします一気に解決しますね。すね <laughs> ドラえもんだからドラえもんを作れるのは量子コンピューターではないかっていう。はい。<laughs> そうかもしれない。大丈夫ですか？<laughs> 今ちょっと人に言っても。<laughs> <laughs> なあすごいこれ例えばなんですけど、お金の話で言うと、これ量子コンピューターを持っている投資家とか、まあ機関投資家とかが、まあ株式市場とかでこう有利な取引ができるとかそういうこともあり得るんですか？あ。 まさにおっしゃる通りで例えばゴールドマン・サックスとか日本だと三菱 UFJ フィナンシャルグループ水ずフィナンシャルグループがやっていたりします。 もうやってるんですか?。やってる。量トレーディング。量子トレーディング。もあの研究していると。研究してるんですけど。そういう世界観。でも、そうしたら、勝てないですよね。他の量子トレーディングやってないところは。非常に早いわけですもんね。そうですね。量子対量子の徴用決戦みたいな。世界になっちゃうかもしれないですね。今すでにね、もうあの H. F. T. って超高速取引の戦いがありますけれども。 まあそこからさらさに量子コンピューターのトレーディングの戦いになるかもしれないというかもしれれないですこれあ,のあとビットコインですね、いわゆる暗号資産、<ー>ブロックチェーン技術で絶対に大丈夫という、だけど量子コンピューターでこれブロックチェーンが破壊されてあのですかこう流出とか、それもありえる。 まさにです、ね、暗号が破壊されるということも量子コンピューターでやれることです <laughs>、ね、あのブロックチェーンって、ね、その暗号があるから成立するわけじゃないですかハッシュ関数というのが言いますけど、はい、でもあれってただ,だ,だ,だ膨大な計算量がいるだけだから、うん、逆に言うと量子コンピューターは膨大な計算を一緒でやるわけだから、はい、ということとはブロックチェーンが使えなくなくるいいうという未来もありえるんですけども実は今ブロックその量子コンピューターでハッキングされないブロックチェーンというのも開発されておりまして<の>そういうもので、まあ、いたちごっこで。 あの守られていくんじゃないかなと量子コンピューターと守りの量子コンピューターが出てくるからそ<う>そこで戦っていくと、はい、ただ、こっち量子,ーー、ま、子コンピューターで守らないと <laughs> ブロックチェーンでも破られてしまうかもしれないという守る側は量子コンピューターではないんですけども量、うん、子を使った量子暗号という絶対に解読されないものもあれば量、うん、子を使わない暗号対量子コンピューター暗号と呼ばれるんですけども。うん あの量子コンピューターが解きにくい問題量子コンピューターしる意地悪な暗号方式というものがあってっ量子コンピューターは、ね、最適化問題だからそれにちょっとずれたようなやつをすればかかかいけるかもとうことなんですかそうですすそねあ<ー>あの特定のアルゴリズムに対して得意ということなので、うん、そうじゃないものを用意するとかもう訳わかんないですけどブロックチェーンすらまだ我々来てないのに <laughs> それを打ち破るものができたって言われても <laughs> はあみたいな。確かに でもブロックチェーンって絶対に安全だっていうふうな立てつけじゃないですか、今だからそれが量子コンピューターと破られうるっていうことなわけですね。はい、それだけでも衝撃だなそうですね、モーニングサテライトもやがて量子<が>トレーディングの解説しなきゃいけない,しない、き <laughs> 日はこの量子が勝ちましたみたいな、そ,うね、いやもうその時には僕がデジタル化されたや <laughs> 誰か、AI で出てきてるババーチャル都市だバーチチャャルルててんでか本当に だ先生の授業、m b a の世界ももしかしたら量子コンピューターが変えていくんじゃないですか。<laughs> そうことやめますね、ビジネスでもあと、国と国でいうと、まあ、こう戦争をやるときに、量子コンピューターを持ってるこう、まあ、戦闘機と船とか、いろんな組み合わせとか、リンクして戦いますけど、うもう国の戦争も勝ち負けが決まってきたりする可能性もあるということですか、ね、そういうこともあり得ると思います。あ<ー>まさにあのアメリカなんかはもう軍関連でコンピュータータも自分たたちで買ったり もしやっぱりいいるみたいです,です、ね、これ実現の我々は今何年前にいるんですかねこの商用化というか量子コンピューターが社会でこうビジネスでいろいろ本当に本格活用される時代の今何年ぐらい前にいるんですかあと何年かかるか、えー、ともう20年もしたら量子コンピューターがあふれてる世界になると思います20<年>うじゃあ量子コンピューターがもう商用で少しずつ使われ始めるのは何年かというと、はい、もう5年から10年では始まります。 なるほど。うもう五年以内ぐらいにはみんな使い出すい、使い出すと。そうなりますと、うん、企業でもやっぱりあの量子コンピューターを活用できてる企業とできてない企業で相当差が開いたり。あ,<ー>あるいは国も、まあ、例えば国防とか軍事とかで活用できてたり。できてなかったりで、相当差が開いていくっていう未来はあり得るんですか。かあり得るかなと思います。<ー>で、まさにあの日本も、あの、量子がなければ、もう次の事業はないぞというような。 あの劇を上の方の方も飛ばされておりますつまり政府が政府が<ー>、はい、飛ばされておりまして、あのちょうど1年前に、量子技術イノベーション戦略という、量子技術に関するあの日本初の国家戦略も打ち立てて、まあ、いろいろな取り組みが始まっているところですそういうのでよく聞くのは、やっぱり日本,日本の政府って、もちろん頑張ってるんですけど、<え>やっぱりアメリカとか中国と比べると金、政府が金かける金の桁が違うみたいな話で、はい、他の分野だとよくあるじゃないですか。はい この量子の分野はどうなんですか、えっと、これまではちょっと開きがあったんですけれどもあの、その戦略ができてからはだ、だいぶあの戦える数字にもなってきているかなと思います予算ついてきたわけです、ね、ついてきて,きている、はい、と思います。となると、いわゆる、まあ、すごいつまんない質問かもしれませんけどいわゆるガーファーみたいなところと、はい、日本企業が互角に勝負できる可能性もあるそうですね、可能性もあるんですけども、やっぱりーファーってあの、企業がそれだけ投資しているというところ。 ありますので、あ<ー>まあそれだけの体力のある企業がいて、け、まあうん牽引していけるかというところは、あの一つ課題になると思います、うん、それだけ金をかけられる、まあ、住友商事は比較的お金ある方ですけど、まあ、それよりもさらに激しく金をかけてるわけですね、ガーファーは。基礎の分野では日本がま,あまだ有利な部分がある、でこれは人材というのはやっぱりいる、日本にはまだそこで勝っていける可能性がある。人材はあの もう世界中で不足しているという状態ですので今まさにもう各国が国家戦略で量子ネイティブと呼ばれるネイティブような,なデジタルネイティブならぬ漁師ネイティブ、はあ、例えばデジタルネイティブの人たちってよくそのコンピューターサイエンスとか、ね、プログラミングができるといいというじゃないですか量子、はいはい、ネイティブに求められるものって何なんですかもう本当の量子ネイティブは物理学です。物理学なかねやっぱり はい、ただあの私が最近思っているのは量子ネイティブだけじゃなくて量子バイリンガルが必要であるだろうと。なるほどで量子コンピューターだけ分かってる人じゃやっぱりそこで生み出す価値ってなかなかできませんのでビジネスと量子と両方分かる量子バイリンガルっていうものが必要。我々僕は土分系なんですけど量子力学って多分物理の中でも めちゃめちゃ難しいっていうか、めちゃめちゃ難しいですよね、よね話聞いてるだけでも頭がふっ飛びそうになるんですけど、はい、そういうことができた上でもう一分野できる人みたいなのが、社会とビジネスが分かってる人やっぱり量子ネイティブ、もう漁子をこてこてに分かる人と、それをブリッジできるという意味での量子バイリンガルは、もうちょっと両子もライトに、ビジネスも分かるようなぐらいの橋渡し人材。 じゃあもう理系人材でも特にこれから量子力学を専攻したり物理学を専攻したりしている学生がもしかしたらニーズがこれから結構増えてくるかもしれないこの分野はすで、はい、に今、人がもう全く足りない状態足足りない状態です足りなないい状状態態<ー>で宮本先生、これビジネスの観点からご覧になって、はい、まあこの量子コンピューターとビジネスという面では相当、今可能性があるというのは大体分かってきたんですけど、はい、これを応用できる、しないする。 かなりビジネス上も差が開いてくるいやこれは長い目で見ると間違いなく開いてくると思いますよだから結局今の AI もそれから例えば IoT ってあるじゃないですかああいったものってやっぱり目をつけてる企業は本当にそういうのが役に立つのかな立たないのかなっていう時からどんどんチャレンジするんですよね,ね例えば IoT って今すごく日本で言われているようになったじゃないですかインターネット・オブ、うん・スイングスっていっていろんなものにネットがつくと。 で今ここ数年、日本でも急に IoT と言われてるんですけど例えばはっきり企業名言うとドイツのシーメンス、うん、あそこは、ね、もう20何年前からやってるんですよ、実は。で、やっぱりそういう時代から IoT なんて言葉がない時代からチャレンジしてるから結果的に今、シーメンスって IoT の分野で世界のリーダーになってるんんですね、うん、だかからやっぱりその訳が分かんないうちから取り組んでいくっていくとうことはものすごい重要で、うん でまあ、だからまあそういう気概とビジョンとまあそういうサポート体制がある組織に今、多分寺部さんのところはなってるんだと思うんであのでそういう意味ではすごく期待したいですよねなるほどでただやっぱりその投資の、ね、かけるお金っていうのがガーファーはすごいですからね。一方でさっきの,その、ね、寺部さんがやるそのドローンみたいなこれ、今日の話ってすごいビジネス考えるとものすごい重要だと思うんですけど。 あのテレビさんがやろうとしているのは世界中でまあ日本東京の上空とかドローンがいっぱい飛ぶ時にそれを交通整理することをやりたいって言ってるわけですけどそもそもまだ飛んでないじゃないですかまだ飛んでない空を見たらまだ何も飛んでないのに飛んだ後にその問題を解決しようっていうのはま,あまさに本当にイノベーターですよね相当飛躍した考えを持たないとできないわけで逆に言うとちょっとはっきり言うと住友商事みたいないわゆる伝統的な大手総合商社だと えっていうふうになると思うんですよ。はい、その辺ってどうですか?。やっぱりあのデジタルで日本がなかなか元気がないよねというところもあって。じゃあ、漁師の世界は、やっぱり僕たちが切り開いていかないといけないでしょうということで。うん、あの社内でいろいろ話しました。で、実はうちの社長の兵道は。兄弟の理系引率で、<ー>で漁師契学も学生時代やってたんですね。漁師契学勉強してた。ははそういったところで、その先端技術に対する。 あのアグレッシブさはすすごくありましてういやこういういのめっちゃ大事ですよねだから、ね、やっぱり社長の専門分野みたいなのすごい重要だなって最近持ってて例えば、えっと、今だと三,つ三菱 UFJ 銀行あそこの亀澤社長だったっけどっていうお名前の方は、えっと、今やっぱもうずっとデジタルやられてるんですよ理系で。でやっぱり理系でデジタルももともとやってるからだから今トップになったからデジタル変えようってわーってやるんですよね。だからトップが 超専門でなくてもいいんだけど、やっぱりその感覚分かってるって大事ですよね、うん、であの日本だとやっぱり課題なのが、トップがはっきり言うとすぐ辞めちゃうんですよ 2>、うん年、2年2期とか3年2期で辞めちゃうでしょ、うん、トップが辞めちゃうと、体制がガラッと変わっちゃうっていうことがあるんで、うん、だからね、今の社長さんがサポートしてくれるっていうのは、すごいいいと思うんですけど、ずっとね、会社全体でサポートしてほしいですよねそういう意味では住友商事は長期的にこの量子コンピューターの分野、事業にはコミットをしていくっていうスタンスなんですか そういうス,タンスであの打ち上げております他にも量子コンピューターって今今日伺って思ったのがそのアニーリング方式っていう今寺辺さんとかやられてるやつはとにかくいろんなものの最適化ですよね、はい、いろんなぐちゃぐちゃしたものでこれってさっきも例えばじゃらんの,の、ね、検索結果ちょっと変えるだけっても最適化ですよね、はい、これ多分他のいろんなのに応用が効くってなってもうちょっと思いつくだけでも例えば電力なんていうのは、はい、あのいわゆる スマートグリッドとかはい,、はい、いろんなものが最適に使われてないじゃないですか、はい、だ,だから要するに電力ロスが起きてるわけで例えばあんなところに量子コンピューターが入るなんてことも考えられますよねまさにですねそういった議論もしておりましてあのうちでいうと、まあ、世界で、まあ、電力会社持っていたり<あ>、まあ、そのエネルギーのコントロールもやっておりますのでそういったところを超高速に最適化することであの電力ロスを減らすとかあと再エネ時代に。 もう例えば風力になったらもうすごいボラティリティが上がる、うん、つまりあの、はい、風が吹いてるときは、ねはい、電気が出るけど風が吹かなくなると電気が出ないという、はい、そういったときにうまくバッテリーに貯めてそれをコントロールしてあの使う人側にも今、高くなるよと使わないようでねとかいう調整を仕掛けるということをあのリアルタイムにできたらということを議論しておりますすこのの辺がやっぱ勝者の強さですよね僕、結構 IoT とかこれからの時代日本もまだ勝ち目があると思っているのは あの今までの時代ってデジタルの競争ってスマホとかパソコンの世界だったんですけどこれからはまさにその電力もそうですしいろんなものとかにデジタル,が入っデジタルやその量子が入ってくるんでそうするとやっぱり物とかサービスをそれなりに持っているところ強いんですよねなんで僕は日本の製造業もうまくそのデジタルとか量子を使えばチャンスがあるんじゃないかと思ってますしそういう意味では商社っていろんなもうありとあらゆるビジネスに関わってるじゃないですか。 そこに全部、漁師が入っていけば住友商事が持っているやつで、はいはい、結構いろんな可能性ありますよねそうなまさにおっしゃる通りでしてわれわれでいうと例えばスマートシティをあの北ハノイで大きなもう町から作るプロジェクトもやっていたりするんですけれどもベトナムのハノイですね<ー>でそういったところにじゃあ漁師コンピューターが当たり前の時代のものをどんどんインストールしたらどうかとか、まあ、そういった漁師スマートシティというような議論もしております。そう、ね <laughs> それは何年後ぐらい？五年後、十年後。それはもうちょっと先かもしれないですけども、もう,もう少しずつインストールしていきたいなという思いです。量子して、量子スマートしてを作ってみたいですね。すごいな。まあそれそういう意味ではすごく相性いいですよね。そうですね。やっぱりあの。 とにかくいろんなもので試す、だめ、うん、だったら他のものを試すっていうことが必要だと思いますので相互商社のアセットっていうのは本当それをピボットしやすい環境にあるんじゃないかなと思いますなるほど、えー、というところ他の商社も実はやってるんじゃないですか三菱商事とかえとやっぱりこういう技術わかる人間にとって専門でチーム作ってがっつりやってるところはないと認識しておりますそうかも住住友友商商事事が先ってる住友商事です。 今商社ってもう、あ、総合商社って、まあ、まあ、いまだに花形業界ですけど。はいはい、もう、なんか、やってることて違うんですよね。各社。それぞれ。それぞれ。それぞれ得意領域に行ってて、もう同じ商社って区切れないようになってきてるんですよね。あ、そうなん、ね。だから、資源に強いところもあれば、はいはい、ファミリーマ、あの、す、あの。伊藤忠さんみたいに、もう少しいろんな生活関連用とのところに強いところもあるし。ね、エネルギーに強いところもあるし。で、その中で住友商事は、漁師でやっていこうと。 もともとデジタルが強い商社なんですね、<ー> JCOM ていうあの日本で一番のケーブルあテールレビーの会社を持っていたりとか、うん、SCSK ていう大きな IT ベンダーを、ね、持っていたりとかしますので、もともと DX、デジタルの分野では進んでおりまして、うん、そこにデジタルの基盤があった上で、さらに量子を入れると、うん、いうようなことがしやすい環境にはあります。なるほど いやということで今回は量子コンピューターが私たちの世界やビジネスをどう変えていくのかという点についてお伝えしましたいつも通り家山先生そして寺辺さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーです今日はです、ね、ゲストをお招きしてお伝えしますゲストはこの方です 農林中金バリューインベストメンツ最高投資責任者の奥野和重さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。奥野さんはまあ投資家、まあ期間投資家のまあ投資の責任者として運用されているということなんですが、ちなみにおいくらぐらい今運用されているんですか。え、今は総額で4000億になっています。4000億円、はい、<laughs> 4000億円運用されているんですか。はい、4000億円をいろんな国の 日本の企業とか海外の企業の株に投資しているということですか。え、あの株式のみでですね、4000億でございます。はあ、4000億っていうのそれを投資を決めるとなると、まあいろんな部下の方がいて、えー、どう企業に入れようかっていうのをみんなで決めてるんですか。そうですね。あの議論はですね、あのみんなでやってるんですけど、はい、最終的な決定は私一人でやってます。一人で4000億どう使うかを決めると、えー。まあそういうことですね。なるほど。それプレッシャーとかないんですか。はい、いや、まあありますよね。 実際のところありますけれども、はい、実際にその企業に訪問をして、まあ、アメリカ、はい、まあ、今はこういう時期ですから、いけませんけれども。うん、あの工場に行ったりとかですね、はいはい、えっと、経営者に会ったりとかして。はい、いや、まあ、本当に楽しいですよね。あの、こういう人に、やっぱり、お金を預けたら、すげえ儲けてくれるんじゃないかっていう企業がやっぱあるわけですよ。うん、なるほどね。で、やっぱりそういうのを決断するのって、すごい楽しいですね。はい,はい、はい。 で今、そのポジションにずっととどまり続けていらっしゃるということは今、就任されて何年ぐらいですか、えっと、今、2007年からこれやってますから、はい、えっと14年間。14年間、はい、ということは、まあ、あのこれ言い方悪いですけど14年間クビになってないということは。 パフォーマンスちゃんと上げてきているということです、ねあ。あの、のおかげさまでえっと投資家様にですね <laughs> 支えられてえっときていると。あの四千億あって、まああの親会社の農林中金のポーションも当然ありますけれども、はい、あの他のあの機関投資家ですねはい、はい、であったりあの様であったり年金基金様であったりあの海外のあのソブリンウェルスファンドであったりあのそういう方々からか、まあ、世界の国からの政府からお金を預かったり、はい、あるいは年金の基金からお金を預かって二千、はい、億ぐらいを、はい、まあ 奥野さんの決断で運用してきてき、はい、14年間、まあ、今の知事にいらっしゃるということは、まあ、あの本当言葉悪いですけど首に輪になってりということで <laughs> パフォーマンス相当上げられてきているこれちなみにどのぐらいのパフォーマンスなんですかえー そう,ですね、そういう意味で言うとその今まで14年間になりますけれども、はい、例えばトピックスですね日本のインデックスですとか2007年に、えっと、もし100億、まあ、実際100億でプロジェクトが始まったんですけれども100億投資していると今多分100億なんですよ。 あトピックスほぼなんかこう下がって上がった上がたっ,って言っても多分上がってなくて,上が,て上がってなくてというかまあ高値にら合わせしてちょっと超えてるぐらいいいなんですよね例えば、ね、トピックスの ETF とかにお金を100億入れてたら今も大体100億ぐらい,い、ええ、変わってないだけど奥野さんが入れたお金は300とか400とかそんな感じになってますね。ああ 奥野さんがあの時2007年に就任した時ぐらいに入れてた100億は今300400億ぐらいになって,るなっていると,とな、ね、それはまあ失礼な言い方ですけどあの本当な、まあ、ならないですねいい会社ってですね相場の位置と変わらずあのずっと持ってれば上がっていく会社ってあるんですよ。はい、んなんで、えっと、僕たちはあのもう投資の哲学としてですねあの東京証券取引所がですね5年間しまっても大丈夫。お な会社にしか投資をしない。取引停止になっても大丈夫な会社。あ、全然大丈夫です。あの、だって、別に売買するわけじゃないので。あ,あの、下がったら買いたいなとは思うんですけど、あ,ね、あの、でも値段がついてないので、あの、あれですよね。まあ、その間、あの、別に。その企業がちゃんと利益をこう紡いでいく。はい。 いうことが分かっていればというとあれなんですけどそういうことを見極めながら投資をしていっていますと,いうことです、ね、だから14年間、在庫投資責任者にとどまれるというのはすごいことだと思うんですけれども、はい、結果出さないといけないでしょうから。 だから一説によると日本のバフェットともウォーレン・バフェットとも呼ばれているその言い方はやめてもらいたいんですの私、自分自身でそういうことを言ったことないですからあんな方にですね批判するようなやっぱりこの世界においてはある意味、本当に神様ですしああいうやり方で本当に世界第3位、第4位のですね大金持ちになっちゃった。 コカ・コーラの株式を一株たりとも別にそんな、ね、あの売買して、うん、あの儲、はい、けているわけではな,いわけじゃなくてずっと保有しているだけで含み益ってああなっていくってい,るという。 あのウォーレン・バフェットさん、私も一回日本でお会いしたことがあるんですが、まあ、あの世界的に一番有名な投資家の一人でいらっしゃって、はいまあ、おそらく世界の、まあ、個人一人としては一番有名な方ですよね、そうですね恐らくね。えー、だけど最近はただ、もう引退するのではないかとも言われていて、はいはい、で一方で去年、コロナの時に、えー、大量の航空株を売却している、はい、バフェットさんの決断でバンクシャー・ハザメは。えーでその 今、兆しもあるようなんですが<ー>あれはあのあの時当時もですねバフェットの判断誤ったんじゃないかみたいな議論になりましたけど、うんたね、奥野さんから見たらどうなんですか僕は全然誤りだとは思いませんよ。というのは航空株にしてもあの例えば電鉄株にしてもそうですけど戻戻るは戻るはんですよ、はい、そんなのはだってコロナごときでですねあの人類が終わるわけでは全くないわけ。うん でしてあのまあ政策の,あのそのサポートも当然ありましたけれども、はい、だから戻るスピードがすごい速かったっていうのは予想外かもしれませんが、うん、いずれにしろ戻るは戻るんですよ。で戻った後のじゃあ5年先10年先っていうのを見た時に本当に航空株って大丈夫ですかそれを持ってるんだったらあの他のものを持った方がいいんじゃないですかっていう発想があのまあ こ本当に長期投資をする人間の,、はい、あの考え方だと思いますが、ね、実際90歳バーェットさんもなられていてです、ね、年々そのおアニューレターですねあのそのお株主への手紙 っていうのがですね年々短くなっていってるんでちょっともうさすがにそろそろ意思決定どの程度関与されてるのかなっていうのは外部から見ててちょっとあの心配は心配ですけどまあもし健在にご判断されててもさすがに航空株の本当の長期的なあの20年30年っていう時を見た時にっていうことだと思いますねるある意味まあ正しかったんではないかということなんですね、はい。 はいといととうことですあの他にもまあ同業他社いろいろ、ね、大株主とかまあ大口投資家といいますけれども、まあ、日本でまあ有名な方だというとやっぱりあの村上ファンドの村上さんあ、はい、まあ日本のその物言う株主の走り、はい、企業に対して言うことはしっかり言っていくという、はい、ある意味あの、まあ、パイオニアでもいらっしゃった、はい、まあその後いろんな問題も抱えていらっしゃいましたけれども、えー、村上さんはどう評価されてるんですか奥野さんから。 というかバランスシートですねバランスシ貸借、うん、対照表ですけどあれを見る目っていうのは本当に確かですしあれで儲かるううマーケットだったということでもあるんで。 あの素晴らしいファンあのファードマネージャーだなとうんなのいうふうに思ってます、ね、なるほど。その後いろいろと村上さんをめぐってはそのやり方を含めて、うん、まあかなりあの日本の投資の世界を新しいステージに引き上げたという意味がある一方で、はい、まあ別の評価もあるわけなんですけどそういったところはどうなんでしょう、うん、奥野さんどう見てるあのやっぱりそのまあバランスシートの割安っていうのに注目してバンとこう入ってですねそれであの物を言うことでマーケットの評価を上けてそれで売り抜けると、うん、あのいうやり方っていうのはそ,のおそもそも あの、すごく、えっとですね、その資本市場が。プリミティブな状態、原始的な状態であれば、すごく機能するんですけど。今も、うそのやり方って、機能しない。機能しない。だと思うんですねな。なるほど。で、あの、なんで、今は新しいタイプのですね、あの、例えば、バリューアクトさん。はあ。とか、ああいうふうな、その、アクティビスト、うん。こちら、ビジネスの、あの、あれですね、バランスシートの、あの、割安とかっていうよりも。ビジネスそのもの。 について、うん、あの評価をしていて、でと中長期あの中中期ぐらいでですね、中短期で売り抜けていくと、うん、あのいうようなことですね。まあ経営者にものを言ってですね。バリュー・アクトをめぐってはあのセブン＆アイホールディングスにかなりまあ出資したことが、はい、まあ投資株を買ったことが話題になりましたけれども、えーね、えっとセブン＆アイについては奥野さんのところも投資はされてるんですか。え、してます。してる。はい。 あ、じゃバリューアクトと並んでるもう株主になってるわけですね。まあバリューアクトさんの方があのよっぽど大きいですけどね。金額としては。金額としては,はい、はい、あの投資の仕方金額もむちゃくちゃでかいですけれどもあのまああのずいぶん前から、うん、あのセブン＆アイさんにはお投資させていただいてます。いバリューアクトはあののあのセブン＆アイに対してコンビニ事業に集中しろと確か今言ってるんですかね。えそうですね。 そちらの方が当然あの収益性があのそのほかのです、ね、いわゆる、えー、っとスーパービジネスであるとかはい、はい、あとはその、糸魚稼働さんであるとかあとは百貨店も持ってますからああいったものよりも収益性が高くて資本効率も高いので,、はい、でそちらに集中すればあの企業価値がもっと上がるじゃないかというのが、うん、あのバリオコトさんの主張で私もそれも、まあ、ある意味賛成ですし。長期的には そうなっていくんだろうなというふうには思っていますが経営者さんにですねいやだ,だからなんですか百貨店売却しろよとかっていうのは多分 あの日本の商の観光であるとか、あんまりえっといい穏やかじゃない。日本の基幹投資家はいきなりセブンアイにもうコンビニに集中しろと、百貨店とか全部売りなさいみたいなことはあんまり言わない,言わないですし、うん、それでわれわれのような本当の超長,長期の投資家は言う必要がないと思っています。はい あの、まあ、あいうことを言うことで中期的にです、ね、企業価値をピュンとこう、企業価値をというか、はいあの、マーケットの評価をピュンと上げて、そこで中期的に売り抜けなきゃいけないファンドであれば、<の>バリューアクトはだから、うそういうファンドだなんです、ね、彼らもバリューアクトも、おそらく出資者たちからめちゃくちゃパフォーマンス出せって、プレッシーは求められてるから、ね、もうセブンに言って、ね、短期的にセブンの株が上がったところで、多分売るんだろう、ね、と。 で日本的にはそれがまたあのハゲタカみたいなところが見抜けたんじゃないかみたいなこう、ね、批判的に見ちゃうわけですね。も,うもうあるし<う>、えっと、僕たちはコンセプトとしてもうずっと持ってたらあのセブンさんなんかの場合はそのアメリカというです、ね、肥沃な要は氷の市場をコツコツ開拓されていくんですよ。<laughs> これからもあの,、まあ、あの会社のです、ね、今もう営業利益のです、ね、3分の1はアメリカなんですよね。アメリカというそのこれからも大きくなっていく小売りの市場の中でまだマーケットシェアがです、ね、10%未満ですから、うん、そこのところをどんどん大きくしていったら、うん、あの長期的にずっと楽しめるっていうのがあの我々があのセブンアイさんに投資させていただいている理由奥野さんの見立てではセブンアイは これからもアメリカの市場をどんどん国内市場を開拓していって利益も増えるだろう、はい、そして株価も上がるであろう、はい、という前提のもとで今、投資されて,ている、はい、ということなわけですね。ね、はいはい、なるほど 日本もどうなんでしょう。これから具体的にこの事業を売却しなさいよとか。ここを買収して、ここを売りなさいとかいうファンドはこれから増えてきますか。それとも日本のマインドはやっぱ。日本の風土というか。はい、はあんまりそういう感じではないですか。あ、いや、増えてくると思いますよ。そうですか。え、増えてくると思います。うん、あの、ただ。あの、単純に、あの、その、やっぱり経営者が嫌がるようなやり方でですね。うん、あの、要求していくっていうやり方は、うん、あの、日本人にはあまり馴染まないんじゃないかと。 奥野さんはそういうやり方をしない。あ、私は絶対やらないですね。買ってずっと待つ。ずっと、あの、いい会社はずっと持ってれば、あげ、利益上げてくれるので。短期的に、あの、株券を売買して、儲けなければならない理由が。特にない。はい。だから、配当もいらないんですよね。なるほど。だから。パフォーマンスに達しなかったら、あまり上がってない、利益が出ないような状況だったら、もう売るだけ。売るだけです。うん。で、新しい銘柄を買うだけ。新しい企業が、あの、まあ、や山ほどありますから。うん。 で実際にじゃあどういう会社に投資をしてるんだっていうのを多分見てる方気になると思うんですけど大、はい、野さん、例えば日本企業だとセブンアイああセブンアイ持ってます、ね、でアメリあとはアメリカの会アメリカだと代表的なところでいうと例えばディズニーであるとかナイキであるとか3つの視点いつも申し上げてますけのそもそも付加価値がある産業財、うん をちゃんと作ってるんですか、はいはい、それって簡単に言うと必要なんですか。人にとって必要なものなんですか。あのね、あのバスケットボールするときに、あの場所はかずにやったら危険じゃないですか。か絶対必要なんですよね。 で2つ目があの競争優位、はい、って言った時にあの経営者さんとあのお話しさせていただくことが多いんですけどあの研究開発すごいんですとかっておっしゃる経営者さんたくさんいらっしゃるんですけど、うん、僕の言ってるのはそういうレベルの話じゃなくてはい、はい、もうあの例えばコカ・コーラの向こうを張って炭酸飲料を作ろうなんて、はい んあんまりもう思わない,ないで、ね、世界中に行くと基本的にコカ・コーラとペプシとドクター・ペッパーがちょっとあるだけなんですよね。はいうレベルになっているからナイキの例で言うとナイキかアディダスか,確かに俺か俺じゃないかみたいな,ないそんな感じです、ね、のそこにはもうそこには <laughs> もうそこにところに入れていくということなんですね。と、ね、いうのが2つ目の要因ですね。 はいはい、これは何かっていうとあの、まあ、例えばみん,なみんな長期長期潮流っていった時にですね AI がどうのとかはい、はい、あとはそのなんすか自動運転がどうのとかっていうじゃないですかはい、はい、僕が言ってるのはいや人口って今78億人だけど90億人になっちゃうよねということなんですよ。90億人になっちゃう時にあのみんな長生きしたいよね健康で長生きしたいよね。はいはい っていうのは六万年前から決まってるわけですよ。変わらないもう人間の差がというか。人間の差が、人間の差がなんです。そしたら走り始めちゃうんですよね。うん、だから先進国の人の十パーセントは基本的に走るんですよ。もうこれも統計的に測ってかアディダスの靴を履くか。か、ね、っていう状態になってたらもう儲かっちゃいますよね。 だから利益がこうずんずんずんとこう進んでいって例えば93年からあの2019年まで取ってみると利益がガーとこう上がっていってです、ね、その間、株価的には55倍ですからね。うん55倍ナイキの株価ナイキ 九十三年から、だと五十五倍、で、二千二十年まで取ってみると、今、バーンとこう落ちて、倍返しして、今。あの高、高値に、意見に、七十七倍ですよ、九十三。なるほど、ね。そういう会社を見つけちゃったら、まあ、あの、株券の売買なんか、して、ですね、証券会社の人が儲かるのは、もったいなくて。<laughs> その会社の、オーナーになるのが一番なんですよね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。それが、株式投資。はい、はい。だから、あの、奥野さん、実は、あの、こういったお二つ本を書かれててですね、あの、るんですけれども、あの。 基本的に投資というのは、まあ、例えばジェフ・ベゾスとかアマゾンの株を買うということはジェフ・ベゾスに働かせてもらう。はい 日本電産の株を買うということは長森さん経営トップに働いてもらうこと部下になるってすすすごいいことだとだ思までよね <laughs> でしかもそのいい株長年長年働いてもらって、うん、まあ自分のためにリターンを出してくれることだということなんですね。で今の,あの奥野さんの考え方っていうのは多分今の20代30代の人から見てみると一、まあ、つの銘柄なんですけどすごく選んで買って、はい、まあ20年30年持っておくと。 本当にまあナイの例でいうと五十倍とか。はい、まあだから自分の資産が本当にそれだけ増えるという意味の本当のまあ長期投資っていう。そういうことなわけですね。はい、すねあの実際何をの銘柄に投資しているかというのをちょっともっと聞いていきたいんですけどいえいえいあのその前に、例えば奥野さんあの。テレビ東京も上場企業なんですけれども。はい、あのテレ。どうでしょう。テレビ業界。買いません。 みたいそういう意味で言うと、あのいらっしゃる前で言うのも変ですけど、無理でしょう。厳しい。はい、ちょっとそのそのままの状態だと厳しいでしょうね。これは別にあのテレビ業界だけじゃなくてですね、ディスインターミディーション。要は中抜きっていう。インターミディエイトって中の分がディスがついて、ディスインタミディーション。ディスインタミディーション。中抜き。中抜き。要は中に入っている人っていうのをあのは価値ないよね。 っていうことでですね、はい、どん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 こうあのディスられていく状態になっていくわけですよ。はい、テレビ局最近すごいディスられてきてるで。はい、であの、はい、お結局テレビ局ってですね、あの番組をあのまあみ左からあのそのお客さんに流していくと、はい、でここのところがですねある規制で守られていく。あのいう状態になっているわけですよね。はいはい、でもじゃこの規制ってじゃ今だとあのこの川下のところに届けるときにですね、うん、テレビだけじゃなくてインターネットの YouTube もあればですね、はい んなそのあのチャネルがありますよねっ,ってなった時にいやここ,こここんなにいらねえじゃねみたいな。<laughs> いやいうかむしろそれよりもいや僕はこのコンテンツが見たいんだなるほどとかっていう話になっていきますよね。これって別にテレビ業界だけじゃなくてものづくりのところでも決まっていてじゃあ,あの実際にじゃあそのテレビを作ってます。 あのフィジカルにテテあのテレビを作ってますはい、はい、っていうのもみんなテレビが欲しい人はテレビが欲しいわけじゃないわけですよね。もっとそのコンテンツ側にこう寄っていくわけじゃないですか。だからもっと源流に源流のところがもっとこう価値が上がっていくということなんだろうですねはいはい、はい。じゃあテレビがダメならばネットフリックスとかは投資してないんですか。してないんですね。してない。ええなぜですか。あのあれも冷静に考えてみると、はい、単なる番組制作会社 あネッットフリックスがですよねあのあ例えば全裸監督であったりとかはいはい、はいうんですかねあの愛の不時着であるとかの今の,その旬の,あの俳優さん女優さんを使って、えっと、今受けるあのコンテンツをあのそれなりのコストをかけて作る,作てる制作。 会社ですはい、はい、でそれで当然それをそのプラットフォームとしてですね今2億人超の人たちに流すと、はいはい、あのいうやり方をしているはい、はい、インターネットを使ったあの番組制作会社だとプラットフォーマーというよりも制作会社ではないかネットフリックスはううなるほど、ね、じゃあネットフリックス買わないならどこ買うんですかそういう意味でいうと持っているのが例えばディズニーなんです、ね、ディズニーに投資してるディズニーの持っているコンテンツってすごいと思いません、ねはい。まあ まあ、例えば白雪姫とかも、ほぼ永遠の。まあ、本当、母、まあ。<laughs> 昔から、私の、もう子供の代ぐらいまでいく。アナ、アナ雪とかも、多分そういうコンテンツになるな。アナ雪もそうだし、ミッキーマウスが、そもそも。ミッキー、あ、まあ、そうですね、はい。ミッキーはもう永遠にミッキーですからね。永遠にミッキーです。よね爺さんが見ても、誰が見てもミッキーですから。でミッキーだし、確かで、スターウォーズもそうです、ね。あ、確かに、ね。カーズ。 あの「トイ・ストーリー」とか全部あの彼らなんですね今「アベンジャーズ」もそうですよ。あそういうあの、まあ、コンテンツ、まあ、それがその10年後20年後いき全部生き残るとは言いませんよ。はいはい 全部生き残るとは言いませんけれどもあの少なくともあのミッキーマウスというそのコンテンツはあんまりコストをかけずにそのまま生き残るとするとるあの結局そのコンテンツこそキングなんですと王様なんですとそれこそが儲けの泉なんだという言い方をしますけれどもって、うん、なった時にそれのアプリケーションの一つが、うん、あの例えばディズニーランドであり そのアプリケーションの一つが例えば T シャツであり、うん、グッズですよね、うん、そのアプリケーションの一つがあの今すごいあれになっているディズニープラスネットを使って配信するそーですあの初めてまだ日本だと1年、まだいっなってませんし全世界で始めてもまだ2年たってか2年ちょっとはい、はい、今もうサブスクライバーが1億人超えてきてますからああもう全然ネットフリックス,スピードん今、2億ですよね十<億>数年やってて2億ですから。 もう全然ネットフリックスとスピードがもう違,う違うと思いますね。という仮説を持っていますすなるほど一つの仮説ととうことですね各投資はそれぞれのいろんな方がもう判断されると思うんですけれども、えー、なるほどなるほどじゃあもうネットフリックスよりディズニーなんだと。の方があのいいコンテンツというか長持ちするコンテンツしかも安いコンテンツをあのずっと使い回しすることができると。うんなるだから 具体的に言うと IP つまりまあ知的財産みたいなものをきちっと持ってる儲けの財産になるものをディズニーの方がはるかに持ってるしかもそれは永遠にこう永遠というかまあ本当に長くキャッシュを生むであろう白雪姫もディズニーもあのミッキーもミニーもどんどんキャッシュを長く組んでいくからそこが投資のチャンスなんだということなんだということですねだからまあ長期投資ができる長期投資できるだから逆に言うとネットフリックスはそういうコンテンツを作ろうとして自社制作をめっちゃやろうとしてるってことなんですか それでこれからも作り続けなきゃいけないわけですよなるほどだからネットフリックスよりディズニーですかディズニー結構株買っってらっしゃる、まあ、そういう意味でいうとだからディズニーを持つということはそのまさに、えっと、ミッキーマウスが<に>あの寝てる間も働いてくれるとれる株主のためにミッキーマウスが寝てる間も働いてくれるって素敵なことじゃないですか。 ちなみに長期投資とおっしゃってますけど1銘柄、ボンとどのららいお金入れられるんですか大体えっと今、だ4000億で大体グローバルに、はい、あの50社ぐらいですからまあ割り算していただければあの1社あたりいくらぐらいかかぐらっていなっちゃうんだと思うんですけどあのそうですね多いやつはそれこそまあ150とかまあそんな感じになっていきますしそれをあんまり売買せずにずっと持ってますと。 で含み益はどんどん積み上がっていくということなわけですね。で含み益が積み上がると、例えばお客まあ五十億で買ったものが三百億とかになると、ねね、まああの奥野さんたちの会社はあのお客さんからこう保信託報酬というか、ね、そうですね。一定パーセンテージをいただくと。だから自分がその投資した株がもう上がれば上がるほど報酬も増えて、奥野さんもこう。 なるほどだから、うん、奥野さんが本の中でおっしゃってるのはあの労働するっていうことと、まあ、投資家になるって違いがあって、うんまあ、いわゆる、まあ、投資家っていうのは基本的に1回投資をして、はい、自動的にお金入ってくることになるんですけれども、うん、あの長期投資家とデイトレーダーも、まあ、ある種投資家の一形態ですけど。はい デイトレーダーというのは、あくまで普通の労働者と変わらないと。というふうに思うんですけどね。ど,どう,う労働。まあ、毎日銘柄を見て、こうずっと売買してるっていう労働は、確かにしなきゃいけない、うん。そうですね。すねそれで、その間、もしかしたら、その例えばメーカーに勤めていらっしゃる方は。はい、あの、多分そ、その、そこで、例えば課長とかをやってらっしゃいます。はい、そのことに集中した方が。多分、安全確実、高利回りなお金が入ってくるのに。そこの、自分の時間を、なんか知らないけど。あの、ちょっとエキサイティングな、デイトレーディングに、時間を、うん。 を使うわけですよね確かにそれってんだろう自分が働いていることとどう違うんだろう確かにだから奥野さん本当に見の投資家は、まあ、投資したらもう何もせずにじっと。うん その人に働いて,てその企業に働いてもらうんだという考え方ですね、ーオーナーになるとい,う、ね、ということなんですね。ねということでちょっとあのまた奥野さんに今後、ちょっと聞いていきたいことがいっぱいありますので今後はですね今後の投資をちょっとどう考えているのか、そしてまあ奥野さんが考えるその投資するときのある種の哲学みたいな部分、どういうことなのかというのをちょっと次回の動画で聞いていきたいと思います。はい、今回あありりががととううごござざいいままししたた 日々の経済ニュースをアカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーです。今回は前回に引き続き特別なゲストをお呼びしています。この方です。農林中金バリューインベストメンツの最高投資責任者奥野和重さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥野さんはえっ、ー、と国内外の株式4000億円ぐらいをまあ今投資してらっしゃるということで、はい、その投資の最高責任者ということでまあだいたい50社ぐらい世界の企業に投資していてその決断を 一人でしているというほぼ最終的な決断ですね。はい、でもう今14年ぐらい、はい、もうそのポジションを守ってらっしゃるというか、まあがまつこれが。 すいですね。まあ、日本のバフェットと言われているというふうに、本人は言われてくると。自分で言ってみたい、言ってるみたいに思われたら、絶対嫌だということなんですが。そんなですね。世界の企業に投資をして、かなりのパフォーマンスを上げてきている奥野さんにいろいろと今回も。前回に引き続き伺っていきたいと思っています。奥野さんは前回おっしゃってたのは、そのまあ、ディズニーですとか、まあ、ナイキだとか、アメリカのまあ、大手企業。今後も長期的な成長が、まあ、十分ずっと見込めるような会社に投資してらっしゃって。で、日本の会社。 そしてまあ中国えっとヨーロッパの会社ですねみた、ねはいなまあ日米欧なわけなんですが、うん、あの今,今ですね言われている中国への投資あるいはまあ今後の成長市場例えばインドへの投資、はい、それはどうなんですか？今後考えられたりしないんですか？考えないですね。考えない。はい。あそうですどうしてですか？ えっと、そもそもど、国が成長するっていうことと、はい、あの、そこの中の企業が儲かるっていうことは。あの、必ずしも一致しないということですね。あの、例を挙げると、例えば、あの、先ほどのナイキにしても、ディズニーにします。はい、まあ、ただディズニーにしましょうか。じゃあ、ディズニーが儲かるのは、アメリカ。 株だからではないわけですよね。うん、あの彼らが、あのどこに上場しているかっていうのは関係なくて。はい、どこでディズニーランドを、あの運営しているのか。あのどこでディズニープラスっていうのが、サブスクライバーがいるのかはい、はい、っていうことを考えたときに。国境なんかないですよ、ねうん。確かにお客さんは世界中にいる会社がいいということなわけですか。えね、で、あの、うん、やっぱりグローバルの成長を、あの一番取りやすい企業が。やっぱりアメリカには多いのは確か。 世界中からお客さんを獲得しやすすいとそうです、うん、らビザにしたってあのナイキにしたってディズニーにしたってティファニーにしたって全部そうでですすよよね確かにあの得なんですよそういう意味だと中国はちょっと違うんじゃないかと。中国は今特にそうですけど、うん、中国対先進国みたいなですねはい、はい、ちょっとした包囲網がですねもう今できつつあってですね本当にじゃあ中国でビジネスをやるという。 のがあの確かに成長市場であることは間違いないんですけどじゃあちょっとどうやねんというような地政学的なリスクなんかも考えると中国そのものだから中国企業に投資をするということは特に考える必要もないからないあというふうに思っます、ね、まあ国内市場が成長するかもしれないしその意味だと確かにまあ値上がりあるかもしれないけれども、はい、グローバルな成長を取り込みに行ける企業がそんなたくさんいるかいというとそうじゃないじゃないかと。 なるほどインドもそうだとう、ね、インドもそうですかインドは英語ですけど厳しいですか、うん、あの国っていうのはもともとアウトソーシングを受けるビジネスってだから先進国のアウトソーシングを受けるビジネスっていうのはもともと大きくなってますだから今で言うとそのシステムエンジニアであるとかコールセンターであるとかですね、うん、ああいうの結構インドに世界中にやっぱあってそこの企業ってやっぱり素晴らしいんだと思うんですけど、うん、まあなかなか内需っていうのはその。 そういう意味でいうとそのちょっとしたその、ね、社会制度なんていうのもまだなかこうちょっとこうあの不穏な感じもありますし、グローバルに稼ぐ企業をいっぱいこう、うん、抱えているような状況というのはまだ,考えだはなかなかなりにくい、になかなかなりにくいんじゃないかなと思ってます。やっぱりそういう意味だとまあアメリカ欧州そしてまああるいは日本という、ね、ことになるわけなんですね。うんはい、ちなみに日本企業だとどういうところに投資してらっしゃる。 あの要は世界中で、はい、もうこの人にごして戦うこともできない,きないあの企業例えば新越科学のシリコンウェファーとか深、はい、越科学の,はい、はい、の例えばアメリカでやっている塩化ビニールとかっていうのは単純な材だけにたくさん作った人しか勝たないんですよ。はいな でなったときにあのもう新越さっきの,あのまああの,新越学の向こうを張ってです、ね、塩化ビニールを一から作り始めますあの、うん、それを一からちょっとアメリカで工場を作りますって、うん、なかなか出にくいですよね。 そういうのを塩化ビリールにしたってシリコンウェアハーにしたってこれからもずっと使われていくわけですよね。そしたらチャリン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 との儲かるじゃないかというのが例えばあくまでそうですね奥野さんが今おっしゃってるのは仮説であって皆さん一応明らかにしておきたいのは例えばさっきのインドとか中国の話にしてももちろん成長はするしもちろん有望な企業はあるであろうただ奥野さんが見るようなもう本当に超長期の目線で もう黙っててずっと2 3 0年寝かしててもずっとこう成長していくような会社を見つけるという意味だとやっぱりそういった国よりもまず日本、アメリカそしてヨーロッパということになるんだというとす効率的だと思いいますけどねろ、ねはいろ、はい、と個別メーカーについてもお話しているんですけれども <laughs> あくまでも皆さん投資は自己責任でお願いいたします。ということなんですがなので、信、まあ、越科学ですとか日本にもまだそういった企業は結構あるわけですね。ありますよ長期的に 長期的にやっぱりあの強い会社ってあの全然ありますのであ,のあんまりこう悲観的に考える必要はないんですがあのそうでない会社も。 すすげげ多多くくななっっっっちちゃゃててるのでだからインデックスってしんどいんですよ。日経平均とか結局30年間ね<か>30年三十年前にやっと高値更新しましたとかって言って盛り上がってること自体が僕からするとななんんかかおかしいいじゃないのって思う確かに先進国でやっぱその3万8万八千の高値を超えられない、ええうん、先進国でいまだにね2021世紀に入って、はい、20世紀の高値を超えられない国ってまあ ちょっとまあバブル、ね、あの発がバブ,バブルだったからというバリエーションが高かったからというのも当然一つの,あの要因ではあるものの例えば、この1年ぐらい見てみてもですね、はい、やっぱりなんだかんだ言ってアメリカ株はずっと高値更新していっているのにあの日経平均っておそらく2月が高値ですよね、今、ね、2>, 2月が高値でなんとなくこんな感じですよね。 高値を抑えられてる感じが、まあその感じがするだけなんで。ただやっぱりインデックスとかを見るよりやっぱり個別の株も見ていくてい。い個別の企業にはいい会社ありますから、あのそこはあの全然自信を持っていいと思いますね。いいその一社を選ぶ時というのはどのぐらいこう時間をかけてこ吟味して買おうと決めるんですか。いや普通に考えると三年から五年ですね。三年かけて選ぶ。ええ というのは、まあなあのまあ、僕らはその3つの付加価値あるよね、はい、競争優位あるよね長期潮流あるよね、はい、っていうその3つの仮説をまあ毎回毎回叩いていくわけですけどそれが1回の決算の時にあの、まあ、1年目を見てあこれで大丈夫かなってなん,かなんとなくそれをです、ね、毎年毎年繰り返していってで工場も見させてもらってあのあこの会社だったらあのオーナーになっても大丈夫だなと。 はい,はい、いうふうに思えるまで結構時間かかるのは、ね、何回も会社を訪問して経営者に会ったり、ええ、工場を見て本当にちゃんと動いてるかとか、はいはい、効率がいいかとかチェックしてやるんですか、ええ、そういうことですね我々個人投資家だとああ今高いからどうしよう買うのやめようかなみたいに思ったりとか、うん、あ下げたら買おうとか、うん、そういう視点ではあまりないわけですね基本的にあんまりないですね<ー>、ええ、ただ去年はコロナで大きく下げましたはい あの局面はどう動いたんですか。あ、その四月のところでですね、はい、僕たちはあま、もともと日本株って二十数社しか入れないんですけども。はいはい、あの四社。あ。投資に動きました一気に決めたと。それはもう結構。あ<の>まあ、もともと,もとだから、ずっと見てたんですよ。異例な、決断。異例ですね。うん、ずっと見て。 であのまあ、あのこの会社落ちたらいいのになみたいな感じで見てはいはい、はい、見てたのがバーンとバーゲンセールになったみたいなで,でもう一回ガッとこうしし調,べ調べ直してというかもうちょっと確認してですね<ー>だから僕らあの多分3月4月ってちちゃくちゃく忙しかったですねなもう格好の会話になったんですねバーゲンセールでバーッと買えるという、はいね、あの今働かないでいつ働くねんみたいな,いなブラックな感じですよ <laughs> <笑><笑>うちのお<い>ちののみたいな,みたいな買うぞみた,いなみたいになったわけですからまさにそれで、まあ、ずっとこの先何十年も落ち持ち続けると,ということなわけですね。すねということで、まあ、そこがまさにその長期投資というのを考えるときにまだ日本人なかなかやっぱりキャッシュがいいんだという考え方が強いと思います。それはどうううなんでしょういいんでししょょいいか、まあ、現金は キャッシュイズキングじゃないんですけど日本人すごく強くて株はまだというそういうのは逆にこれからどううなんでしょリスクと長い人生うときどう時そういう意味で言うとキャッシュ、日本円そのものも例えば為替という要因で減価をするということもよく考えておかなきゃいけない円安になるということです、めちゃくちゃ。海外のものをまあ的に買もすさまじいお金を積まなきゃいけなくなる。 じゃあ、インフレってことですか。あ、というか、海外旅行にいけない。まあ、あの、インフレっていう言い方もありますよね。インフレであったりとか、その為替の円安であったりとか。っていうことが、あの、円の場合は起こり得る。なる。で、それだったら、あの、なんですかね、ディズニー持っといた方が、まあ。海外の株を持っておくと、そのオーナーであり続けると。まあ、まあ、ディズニーはドルでどんどんお金を。分かてくてるわけですから。 といいうのはあると思いますだから日本人が、えっと、日本株を持つよりも日本人が外株を持つ方があが基本的にリスクヘッジ的にはあの<あ>極めて正しい。日本株より外株の方がいい、はい、あなるほどその方がまが、あ、自国の経済とか通貨とかのリスクヘッジにはなると、うんはい、海外株を持っているいう,そう、まあ、確かにその日本は大規模災害のリスクですとか、はいまあ、いろいろあるわけです,ねありますよね。 まさにあの日本人がです、ね、この労働者マインドからあの脱却してです、ね、あの投,資家投資家になれるんですよ、あのもう今や2000兆のです、ね、個人金融資産がある世界第3位の GDP を持っている国、はい、なのにもかかわらずいまだに1000兆円があの銀行預金。 にあってあの10年100万円預けてもあの10年たって取りに行ったら100万,あの100万100円でしたみたいな世界ですよ。それをあのじっと見て何も考えないでそれでいるっていうのがやっぱり投資家マインドがないからななというふうに思いますねとというこですね。 一方であの日本はまだ大丈夫だというまあ論拠の一つに対外純資産がまあ世界一であると、はい、あのこの間5月に発表されたやつでいうと356兆9700億円あるということでまあ日本は資産をこんだけ持っているんだと。財政破綻とか あまりもうない大丈夫だろうという議論はありますけどこれについては大久野さんどうご覧なますか私も、別に国債がなんですか紙くずになるとかそんなことはあまりないと思っているんですよ、うん、何かこう財政破綻が起こるみたいな話はないんですけれども、うん、でも、その前提は日本人がちゃんと税金を払えるということなんですよね。はははいはい、はい ちゃ淡税力,力があるっていうのが前提になっていて何を言ってるかというと皆さんこのままいると税金ががむちゃくちゃゃくく上がっていくといととうことなんですよはい、はい、だから消費税も上がりますよ普通に考えて上がらない方がおかしいですよね。んこんだけジャブジャブねあのそのコロナ対策費でですね GDP の,あの20%に近い、えっと、財政出動をして世界でこんなに GDP 対比でですね金借りてる先進国はないわけですからあの誰かが払わなきゃいけない。それは 自分の息子なのか自分の孫なのかなるほどにこうねくると何かやっぱり、まあ、そういう状態であるということは認識する必要があってだからその財政破綻とかそういったドラスティックなことじゃなくて、うん、地味にちゃんと税金がどんどん上がってきますよっていうことです <laughs> いやいや地味に地味に孫に迷惑かかりますよっていう話なけですね <laughs> まあ資産を防衛すると、まあ、現金だけでいうとまあ税金として取られて、はい、まあ全く金にもつかないただしまあ投資をしておくと、まあ、できれば 海外株の方が海外の成長を取り込めるという意味で、はい、まあやった方がいいんじゃないかというところなわけでんですけれども投資家でいうとやっぱり日本だとソンさんのソフトバンクビジョンファンドが、まあ、かなり日本でいうとまあ もう投資会社ですよねソフトバンク<え>孫さんの動き、まあ、かなりオフィスのウィーワークとかの失敗とかいろいろ言われましたけれども孫さんの投資スタイルとかどうご覧になっていいやすごいですよね<あ>日本人であそこまで,とあそこまでってもう、ね、あの孫さんに対してあそこまでっていうのはそんな言い方ですけどやっぱりあの投資家マインドをあそこまでこう発揮して大きく人生にの勝負をかけ られたわけですよね、うん、ビジョンファンドあんだけ金額が大きいとそのクジラみたいになって、ね、バッとその動いた時に他の会が先に行ってなんて言うんですかねあると思いますよ、うん、あると思うしちょっとさすがに乱暴なあの投資の仕方になっちゃっているとあのいうのがあの西海岸の,あのベンチャー企業とかのです、ねまあ、評判になっちゃってたりちょっとやっぱり。 あの金額が大きくなりすぎるとですねベンチャー投資っていうのはやっぱりだんだん難しくなるんだろうなっていうことだと思っていますあの失敗しますとかって言ってるわけでは全くないんですけどあの一般的にはベンチャーっていうのは枷密ですから。 あの1000個あって3個成功する,るでそれがそれね千,千分の三で1000分の3ですと<ー>いうふうによく言われるんですけどそれがあベンチャー1000社投,、まあ、投資して3社ユニコーンバればんばン,ンとこうそれこそ,その1000倍万倍になりますみたいなあの感じになのがもともとのベンチャーの発想だとあとやっぱり金を借りてやってますよねソフトバンクってあの金を借りてそれをやるとだからウォーレン・バフェットは投資をするときには金は借りないんです、ね、借りないあ,あ あのバクシャハザウェイは金が、あの借金はありますけど、そこの部分は。あの電車ビジネスに流れています。はいはい、あのノーダンサンタフェに流れてる。い鉄,鉄道会社のところに流れているので。はい、あの実際のその投資の部分にも見合うところっていうのは。あのう、のう、おお、借金。でやりますと。ーーいうことですね。やっぱり投資ってもともとブレ、ブレが大きいから。ブレが大きいから、あの金を借りてやるとですね。あのやっぱり。 ドーンさらに倍みたいなその感じですよね。そのぐらい <laughs> じゃ, <laughs> じゃそのぐらい孫さんってのはリスク低下なわけです、ね。いすごいことなんですだからすごいことなんで、はいはい、だからすごい。 という、うん、今後っていうのはどう、孫さんにかなり依存している面もある。どうなんでしょう奥から見ると。そういう意味で言うと、やっぱりね、ただそうは言っても、金を借りて、インターネット系のビジネスに投資をする。っていうのは、ものすごいリスクなので <laughs> あんまり僕は、あの、あの、<laughs> あのお勧すすめはしないし。<laughs> すすしいあの、僕はソフトバンクに投資しろと言われても、絶対嫌です、ねいやいや。尊敬はするけど <laughs>。尊敬はすごいします。投資家として、ああいうふうに、あ、男としてですね。<laughs> 男として、男としてああなりてえなっていうのは思いますけど。じゃ、あソフトバンクの株買います。 絶対ないです。変わない。絶対ない <laughs> なそれはないですち。ちょっとリスク高すぎる。ええ、それはないです。なるほどやっぱり超長,長期で見てそれなりのリスクとリターンの見合いを考えるということなんですか。ええ、そういうことだと。 だから、大久野さんが CIO、最高投資責任者として4000億の面倒を見る男として10年以上生き残られている、<laughs> いやいや、孫さん、もっと長生きされてますから、<laughs> その世界では成功されてますから、すすごいですよね<や>あの方は大久野さんとしては、一部こうリスクを取る、ここは取ってみようかという時はないんですか、逆にあるいは失敗した投資というのはあそういう意味で言うと、ですね僕は誰かが勝つんじゃないかみたいな投資はしないんですよしない誰か。がい株式投資 て多分こいつは成長するこいつは勝つ」っていうふうにして投資をするものなんですねそっちの方がエキサイティングなんです僕競合する会社があってこいつが勝つだろっってカチューマン乗るみたいなそうそうそうそれがエキサイティティングですねあの僕のやってる投資っていうのはこいつは負けないという投資で負けない信越科学に戦いを挑むやつってそうそういなくなってるよねっていう構造になっている。 そんっていう会社に投資をするんです,、ね、する。なるほどなるほど。だからディズニーも負けない、ないきもおそらく負けない,けないっていうニュアンスで意味で投資してらっしゃる。うん、なるほど。ちょっとだからそういう意味で言うと債券の投資に近いんですよ。ああなるほど。だから僕実はあの投資家さんに説明する、永久債に投資をするんだと。はい,はいはい。いう永久債ってありますよね。もう償還がない債券。 償還がない債券でチャリン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 とこう設けてきてくれるそれこそがあの実はあの理想でして、うん、私あの、この商売をやるのは、まあ、あの実は債券のディーラー7年もやってますからなるほどだから債券というのはあの元本がある種割れないというかあってあってそれであとはチャリン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 入って,くる,入ってくる。あ、債券投資家としての経験が今の株式投資に生きているといわないんですよ。よ<う>基本的に 夢は買わない。夢は買わない。なるほど、皆さん、あの超長期投資家は、奥野さんは夢は買わない。ない負けないやつを買う。え、ね、なんかつまんねえ男だなって思われるかもしれないですけど。<laughs> <laughs> い,やいやいやいや。つ <laughs> まんねえ男だな、こいつはって思われるかもしれないですけど。株式投資は、それだけリスクありますからね。なるほど。あの、そのさ、さ最後を向かっているものっていうのは。ガチガチのもので、あの投資してるつもりです、僕だから、それはある種、その日本的な投資家スタイルの。 いというか分かんないですけど例えばウォール街の人たちってなんかもっとアグレッシブにいくようなこうイメージかもしれませんけどね。ええ そういうこと感じます海外投資家と自分との毛並みの違いって感じますそれは感じますよ。外人さんは特にやっぱりリスク取りたいですよね。取ーいなんぼやっていう話ですね。僕もリスクを取ってちゃんとリターンを上げるっていうことで言うとそうなんですけど日本はその投資だけじゃなくて経営もそうなんですけどみんなリスクをミニマイズするのが経営者だと思ってるんですね。できるるるだけリスクを取らななないほほどど いいやそれリスク取ららななかったら利益ないですあのこの,このリスクとリターンのバランスを考えるのが経営でありリスクとバ、うん、あのリターンのバランスを考えるのが投資なんですよね投,資あ投,資投機と投資の部分で、はい、投機は楽しい投資はつらいという部分、うん、先ほどおっしゃったウォール街の,その人たちなんかこう投機の楽しさというか勝ち馬に乗って勝って値上がりして売ったオおっしゃみたいな。うん でだから投資はずっと耐えなきゃいけない長くその違いがあるここれどういういとなんでしょう、えっと、投資っていうのは結局その企業のオーナーになるっていうことなんですねた、はい、だその企業があのいきなりものすごい利益を上げることはないわけですよ。その偉大な企業っていうのは5年10年その20年かけて出来,上る出来上がるものなのでそれを我慢しなきゃいけないわけですよ。はいはいう なんだけど、あの投機っていうのはそのえもう株価でも何でもいいですし、仮想通貨でもいいんですけど、上がったり下がったりして、うん、まあ言ってみればパチンコですよね。なるほど,るほどただ面白いのはその投機のなんですかね、ある種こう楽しさを認められているところが僕はちょっと面白いと思って大好きですよ。私あの, <laughs> あ,のあの大学の時はもう本当に麻雀しかしてませんでした、ね。じい <laughs> <laughs> なるほど。あれあれは本当に完全なあのギャンブルですけど、ギャンブルですけど、あの頭を使うギャンブルなんです。統計学的な。 あいつが「いやもうあの場にあのそれこそそのリャンゾーが2枚出てますと」と、うん、こいつは多分リャンゾー必ず持ってると <laughs> あのそしたらイーそうは多分通るだろうと、ね、<laughs> あ, <laughs> あのいやもうこの話して分かる人いないかもしれないですけど,どあのそういうその統計学的なこの素養がある中ででもそうは言っても最終的には「運」なんですよ。う 最後は運なんです。あの結局そのじゃあ投資をしてでも、あの投資をやってようが、あの企業経営をしようが、僕はやっぱり最後は運だと出るんですよ。うんな,ね、なのであのおおまああの僕は運が全然いらないって言った。だから運用って運を用いるって書きますよね。はいはいはい。あ,あ、運用ってそうだ確かに。運を用いるって書くし。なるほど。そもそも運が強いやつじゃないと。 この世界長生きでっていうか経営の世界全部そうですけどそもそもですよ東郷平八郎がですねやっぱバルチックカーテン破った東郷平八郎ですけど彼を任命した山本権之兵衛がですね東郷平八郎を表して言ったこと「あいつは運のいい男ですから」でこれは有名な話ですよね。ということでまあ奥野さんが言うとちょっと眼畜があるというか。でもそこに至るにはちゃんと準備をしとかなきゃいけないっていうこと 準備をして、まあ、運に委ねる部分があったりするという,う、うん、最後ははははは運だと思います <laughs> 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 ついいいいいすつてるんですよ私うことなんですけれども結構今日はあ,のあれです、ね、普段あのなかなかちょっと語っていただけない部分をちょっといた,だいたような気もするんですけれども最後にあの一般の個人投資家に奥野さんが長期投資っておっしゃる時も何十年も持ち続けるという、まあ、永久ですと、はい、よくおっしゃるかと思うんですが、はい、これ一般普通見てる方にとっては。あの 基幹投資家の最高投資責任者じゃ皆さんないので、ね、個人投資家でじゃあ分かったと長年、その利益を生み続けるものに一株何株か見つける超長期投資すると、うん、これどのぐらいのスパンをまず見ればいいですか10年とか20年とかやっぱりあの最低でもあの5年、10年でしょうね。最低でも5年その時にあに株価が高いな安いなとかっていうのが気になるようであればそれはもうあの長期投資ではない。なるほどですね あの高いのか安いのか気になるんじゃなくてこの企業だったら多分5年先10年先もあの世界で五子で戦ってるだろうと思える会社にあの値段は問題なくあとはその淡々と5年間積み立てで買っていきますということができるかできないか。はいはいはい、仮に例えば、まあ そうですね。総資産まあ本当蓄えて500万とかあったら、はい、どうでしょう。現金と株とかってのはどういう塩梅で考えますか。あ、そういう意味で言うとですね、あの500万だけあって、あのあとずっと生活しなきゃいけないってなった時には、あの株式投資をあんまりやるべきじゃないと思っています。うん、だからまあ定常的に収入があって純粋な貯金500万っていう場合はだとどう考えますか。ああ、そういうことですね。うん、そういう意味で言うと。 うんと多分500万をあのその5年間に分けてです、ね、100万ずつ、うん、あの全部株で構わないと思います。あ そうだって別に現金はあの他の収入が入ってくるわけですよね逆に言うと現金を持っていても全く無駄ですからあの株を持っていたら本当に困った時は売れば現金化できるわけですよねこれが不動産に投資していると何か本当に困ったことがある時に売りに行ったってあの売れない時もあるしそもそも何ののかのショックが起こった時には全く売れないのがあの不動産ですから。 そうかだかだら定常的にちゃんと収入が生活していけるキャッシュがあるんだったら、うん、まあ純粋に本当に使わない500万があるんだったら株でいいんじゃないかい、うん、全部全部全ベ全ドで構いません、ね、全ベ全ドで構わない<で>なるほどと思ってますはい、はい、ということです一応皆さん大黒さんこの業界で14年生き残ってらっしゃいますからね まあそうとしかも今後も多分生き残りそうな雰囲気感じている。いい<笑><笑>ということですけれどもあの個別銘柄についてもいろいろコメントあの今お伝えしましたけれどもあくまであの投資皆さん自己責任でお願いいたします。ということであの今回テレ東経済ニュースアカデミー奥野一茂さんをゲストにお迎えしてお送りしままししたた今日はあありりががととううごござざいいました。